来ちゃった。どうもどうもジェヌインです、どうぞよろしくお願いしますということでね、もうたまらんくなってね、もうちょっとたまらんくなってね、ジャパンをね応援しに、家まで来たということで、さすがにね現地まで行ってしまうと、ちょっとねもう本当に終わるってことで、断腸の思いで、家っていう、マジで、来んなとか言うな、お前、冷たいことばっかり、マジで、やると思ったとかね、やっぱり、ジャパンがね、3週連続一生懸命走ってるんだったら、俺も3週連続ね、お餅休むよねっていう、工場ね、そういう感じです。両サバリ、どうもこんにちはってことでね、ということで、今日はね、スマイルジャパン、園田一列出走ということで、まだね、1時間以上前なんだけど、始め散ったこれ。始め散ったマジで、何これどういうことだザッポンって。いつも団長。本当だよ、もうね。もう本当に、渋々。もうね、ほんと、渋々ながらだよ、これ、本当に。マジで。チャットしてるんですけど、どこでですか？どこでですかってことでね。午前中的に。そういうことですね。はい、もうなんかね、午前中っていうか、もう今日は働こうと思ったんだよ。本当は。今週は頑張ろうってみんなと約束したから、今週はちゃんとね、仕事を全うしようと思ったんだけど、腹がって言って帰ってしまいました。はい。ほんと申し訳ないってことよね。励みせろ、どこだよこれ、励みせろって。もうなんか、君たちってなんかね、これ、まだ始まって3分だよ。もうちょっとなんか優しい言葉とかないの、今日のジャパンについて一言みたいな。そういうのないの本当に、マジで。送別会すぐ行けるような先輩。うん。今晩ね。一応、今まで世話してくれた先輩の送別会もあるから。その辺もね、鑑みて、これがベストだと。これがベストだということで、中学生か。もう中学生ってね。いいや。松野くん、今日は出勤してくれない。どういうことあるんだから。いや、出勤は、だからしてきました。ただ、腹が、みたいなね、もう、そういう、いいんだよ、もう、本当に。もう、そこはもう、そっとしててくれっていうね、マジで。また始まった。だからね、いいじゃないかっていう。だってもうね、それ、優劣つけよ。優劣。優劣つけよっていうね、マジで。松の会社で、浮き輪くんって、浮き輪くんってどういうことだよ。どこが浮き輪くんだよ、マジで。お前も送別されよ。ギクっていうね、本当に。マジで。この調子でいくと、もう完全に終わる。だから、ほんとこれ最後ね。来週は頑張ろう、みんな。ね。来週は頑張ろう、マジで。無理です、その金なんで。うふっていう。今日残業どころかね、もう早退でしたみたいな。そういう感じですっていう。解雇フラグとか言うなよ、マジで。もう、なんで君は、本当にそうやってなんか、ネガティブみたいな。今日ジャパン走るんだぜ、マジで。なんでそんな、もう終わったみたいな、完全に。こっから始まるんだから、マジで。小じきはどうし、小じきしたうどんは食べた。いや、まだ食べてない。まだね、うどんは、取ってあるんですけど、今週末食べようかな、なんてね、お前、同僚にいじめられて、対処。いや、俺はだから、いじめとか全然ね、本当に、もうそんなんで凹まないから、全然、余裕、マジで。そんな精神力分かったんで、馬主なんてできないですよ。勝てる要素ない。だから、ね、君はね、本当、始まる前からそう言ってるから、君は馬券が当たらないんです。わかりますか？それが理由です。はい。もう諦めが早すぐる。諦めが超早すぎる。始まってもないのに、諦めてる時点でね、終わってるんだよ。マジで。だからもうね、ほんと、レースが終わった後にね、その結果はちゃんとね、全面的に受け入れよう。なのに、まだ始まってもないのに、もう負けたことを考えてる。だから馬券が当たらないんです。はい。中国の工場に達成したら、それはね、ウェルカムです。はい。もう望むところだっていうね、こんにちは、動画の人です。どうも動画の人、こんにちは。ってことでね、動画プロありがとうございます。はい。この時間に出走するのは、私的に、ありがたいです。なるほどね。ナイターなんでね。3時ぐらいだとね、皆さんのご負担もかからずね、いろいろ見れるかなって思うんですけどね。で、ジャパンの調子はどうですか？なんで片言ドラクエ口調っていうね、ジャパンの調子はいいから3連投なんです。はい。もうなぜ3連投してるかね。一流級者がなかなか連投なんてしないよ。しかも3連投。これもう歴史に残るかもしれない。橋本級者の。そこはね、分かって。マジで。そこの理由は、分かってほしいなっていうね、マジで。顔も見せないで話するなんて失礼であったと思わないか。大変失礼いたしましたってことで、コントロールシフト C ってことで。はい。
すいません。今日、もうジャパンのために、私今、帰ってまいりました。ジェネです。どうぞよろしくお願いしますということで、みんな今日、しっかり応援。何これ、ちょっと。何これ、臭いとかこれ。どういうことこれ、一体。これから応援しとこうって。どういうことこれ、マジで。死に待つとか言うなよ、これ。ちょっと、死に待つ。今日ね、これからちょっとね、頑張ってきます。どうぞよろしくお願いしますってことでね、そうそう、ちょっと、固定ってことで、おー。頼むよ、みんな。ね、応援が必要なんだから、ジャパンには。そうそうそう。ナイターちゃんと映ってる、これ。ね、そうね、その金ですし、ってことでね、そうだ、金曜ナイターってね、ちょっと、あ、ちょっと、なにこれ。ぼやけた。ちょっと、おー、よし。ね、ちょっと今、ピントがずれたねってことで、おー、これでいくって。え？つぶらな瞳ね、もう、馬を見る目はね、本当にピュアですっていうことで、そうそうそう、そう、え？エアコンとか、エアコンじゃないよ、これ。どう見たって扇風機だろ、これ。お、あ、ちょ、これ見えちゃった、これ。これちょっと上の写真。どうも、こんにちは。ダン、分業です。超可愛いんですけど、これ。超可愛い。やりたいです、マジで。ね、そうそう、日中行こうってことで。本当に、頑張ろう、マジで。うん、ね、頑張ろうっていうね、そうそう。うん、若干ババに水分があるのはいいか。軽め？軽め？うん。あんまスピード速いとね、ちょっとついていけないとかあるからね、そうそうそう、うん。その先生から使う理由とかメールや連絡来たの。あのね、元気だからです。はい。元気だから使うっていうのはね、もう、ほんと言われてます。あ、ちょっと待って。またこれちょっとね、その金がちゃんとね、映ってないから、うん。こんな感じ？うん、よしよしよし。うん。そうそう。え？ポスターが反射して見えません。反射し、これどうすればいいんだよ、これ。反射ってたところになんか、もう、細かいな、これ。ちょっと待ってよ。どうすればいいんだ、これ。え、これちょっとカーテン閉めたいのかな、これ。カーテン。よいしょ。カーテン閉める、これ。おう。これでいい？これで。これでいいかな、これで。おう。まだ反射しとるだろ、これ。え、どこが反射してんの、これ。え、ここ？こっちかな？これかな？これでいい？これでいい？オッケー？まだ反射しとるだろ、これ。どこが反射したの、これ。どこが反射で、え、頭皮を隠せばいい。どういうことあんねん。俺が、なんで俺が太陽圏やねん。どういうことあんねん。え？汚いものも出るよ、それは。ねえ、これ男34歳一人暮らし。それ汚いものも出ますよねっていうね。そうそうそう。玉は出てないよ、玉は。ちゃんと。チンコ出てない。パンツを履いて、パンツを。うん、そうそう。汚いものも出るよねって。それハプニング、ハプニング。うん。黒のパンツが見えて、臭さは関係ないよね、これ。うん。インターネットを超えて伝わる臭さって、ナンシーベルトみたいなね。もうありえないから、それね。そうそうそう。うん。この時間騒ぐとくると、この時間ってむしろいいですか？ね。真っ昼間に競馬見てね。ね。やったーって言ってね。何が悪い？いや、むしろ聞きたいよ。むしろ教えてくれよ、じゃあ、そこ。うん。何が悪いんですかって逆にね。そうそう。むしろ教えてくれっていう。うん、マジで。そうそうそう。うん。反射してるのはポスターじゃなかった。どういうことやねん、だから。え？何これ、どうやったのこれ。うん。なんかこれちょっとね、どうやってもね、無理ですねってことで。まあ、ちょっと感じてみんな。うん。ただその金ってことで、ちょっと感じてっていうね、そうそうそう。うん。明日から仕事来なくてもいいぞ。俺の上司か、君は。俺の上司かっていうね、そうそう。iPhone5 盗んだんで。iPhone5 はね、まずね、iPhone5 を維持できない。うん。iPhone5 あっても維持できない。うん、そうそう。もう、十分です。ギャラクシーのね、古いやつで。はい、そうそう。うん。うるさいからダメなんだろう。だから、うるさい、うるさくない。だからね、何回言わせ。いい？もう、競馬、ね、野球、サッカーね、それにね、例えば日本が点が入りましたね。阪神点入れましたね。やったーって。何が悪い？一緒や一緒。自分の馬が走ってね、応援してよ。それ、何が悪い？これあれ、真夜中にね、ギャーギャー騒いだ。それはあかんよ。ね、睡眠妨害と。普通の昼間の時間、生活を何が悪いんちゅうの？うん。かかってこいよ、マジでっていうね。そうそうそう。うん、しんちゃん、今日仕事は、サボりました。はい、すいませんってことでね。そうそう。うん。iPhone はパケ放題必須。そうそう。だからね、俺もだから、何？このスマホは入ってるよ。うん。スマホはパケット放題入ってんだけど、携帯は入ってないよねっていうね、マジで。おー、マジで。そうそうそう。うん。審査で落ちる。やかましいわ。もうそれ現実的にありそうだな。そうそうそう。うん。大家さんに事情って何事情って。いや、俺もだから言ったよ。だ、俺もね、だ、好きな、ね。例えば、野球。ね。まあ、野球は別に見ませんね。サッカー。まあ、サッカーは見ないけどね。まあ、競馬ね、競馬。うん。で、ね、そう、夜はよろしくない。それはわかります。でもね、昼間ぐらいね、たまの休み。ね。うちの大好きな馬が走ってる時に、ね。その馬がね、いい成績あげたらね、やったと言って、よくないですか？それはね、納得してくれたよ、だから。おう、マジで。俺ちゃんと話したもんだって、家賃払え。払いませんって、それは。何回言わせんだから、払いませんって。そうそうそう。おう、住所知ってるから言ってやる。それは本当やめて。それは悪かった、俺が。おう、それは、だから君たちじゃなくてね。いや、その、文句を言う人がいたらって話。文句を言う人がね、君たちじゃなくてね。そう、君たち本当にチンピラだから。うん、そうそう。ジャパンに単勝、副賞も100円もかけ
られてないと。あ、まだね、そのレース開始前だから。うん、まあそんなもんじゃない。ちょっと、移そうか。うん。で、ストップってことでね。うん。まだかな？うん、まだ買い物、もう買い物したよね。よしよしよし。そうだね、そう。兵庫。今日ね、クリック。よし。ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待って。うん。スマイルジャパン。園田、1レース。ね。ガリの3連投。塔が出てこないんだけど、これ。塔が、連投。塔が出てこないんだけど、これ。塔。あ、これか。よし。おう、こういうことね、マジで。そう。おう、ほんと頑張ろう、マジで。うん、今家にいるんだね、不思議。何それ。ちょっとやめて、なんか不思議とか、ちょっとほんとやめてっていうね、そこ。独身のマンションなら昼間は逆に人おらんやろ。いや、それもあるね。それもある。うん。まあ学生さんもいいと思うけどね。そう。だから、いいね。どちらにしてもね、別にね、じゃあ子供が泣き始めたら、それでブチ切れる頭おかしいやついるかっていう。おう、昼間は勘弁してもねって、夜はわかるよ。夜はあかんのわかるよ。でも、昼間はいいじゃんっていう。おう、そこはね、大家さんも納得してくれた。うん、だから問題ない。そう。うん。それではよろしく、今からと。来なくていいから、来るんだったらいいけど、俺も、だ今日送別会あるからね、ちょっとしか遊べないよ。おう、だちゃんと事前に言って、事前アポイント制にするから、そこ。そう。予想6着、なんてネガティブな、それ。おう、そう。いや、それはね、まずは、やっぱりトップ目指すしかないよねっていう。ねえ、そこは、もう、なんで君たちは本当ね、そういうネガティブな方に行っちゃうかなっていう。本当ね、残念にならない。うん、人生それ楽しいか、それ。おう、楽しい、それで。おう、やっぱ、なんかね、夢とか希望とか、ロマンとか、そういうのがあってこそ人生楽しいんじゃないかっていう。なんで君たち全部、はい終わり、はいダメ、はい無理みたいな。おう、楽しい来てて。おう、そう。スマイルジャパンだけ単勝ゼロ票ですね。買って。おう、ほんなら買ってっていうね。そう。うん、お前の送別会か。いや、今日は違う。今日は先輩。うん。今から突撃します。だから、いいよ、いいけど、じゃあ、それだったら何時に来るかって言ってもらうと、俺、出ちゃうからね、だってこの後。おう、言って。おう、言って。そう。うん、お前さん、なんで仕事サボってるの、死ねっていうか、クビになる。だから、いいじゃん。俺はなんでサボってるか、何回も忘れない、本当に。うちのジャパン応援するかだよ。おう、何回忘れん、君は。そう。うん、もし、私は、林葉直子の愛人だったっていうんで、週刊誌によります。どういうことだよ、それ。もうなんか唐突すぎてよくわからん。うん、ちょっと。まなちゃん現地に行かないと勝つ。まあ、それはね、ジンクスです。今まで単勝してるけど、すべて、俺が行ってない時です。はい。一回も口取りしたことありません。うん、そう。15ちょうどに園田で会いましょう。いや、ちょっとね、今から移動だと間に合わないし、ちょっとその後もね、その先輩の送別会があるから、まあ今日はいいからです。うん。まあそこはほんとね、もう、そこがもうほんとギリギリのラインかなって思ってる。マジで。おう、そう。鍋買った。いや、鍋買ってない。おう、鍋をちょっともういらんよ。その、調理はね、しないから。うん、調理しないから、いらないんです。はい、そう。今、いうことで、もうちょっとね、ほんとね、緊張してきた、なんか。緊張してきたよ、マジで。そう。うん。あ、今日、何学さん行ってるの学さん行ってんの今日、コーチに。あ、そうなんだ。うん。今日、ババで、今日のババで行って残れなかったら、専用は、いや、専用は、ほぼ諦めてるよ。ぶっちゃけ。うん。でも、このメンバー、まあ、このメンバーね、ちょっと骨っぽいけど、まあ、いわゆるこの C3 の最低クラスだったら、今まで1004で2着を2回取ってるから、2着2回。うん。だそういうメンバーだったら1004もいけるかなって、基本はやっぱ1230狙っていくけどね。そう。うん。俺は騙されないよ。あと先輩。ギクってことね。そう、ちょっと勘弁してっていうね。そう。うん、なんか、配当安いね。昨日安かったんだ、結構。うん、そう。仕事サボって送別会。まあそうですね。はい。まあやっぱお世話になった先輩の送別会はちゃんと行かなきゃっていう。うん。だからそれは一回だ、戻ります。うん。そう。待つの時間あるから名古屋の7列買おう。マジで？試して。本当に？ちょっと行こうか。うん。それはね、ありだと思う。うん。そう。まあただね、待って。まあジャパンのこと語り、みんなで語りながらやろうか。ね。ちょっと今日まったり行こうって、マジで。うん。ただまあ本番になったらマジ。ちょっとまあ、そんなこと言ってパドック見逃したら俺ほんと自殺するんだけど。大丈夫？もう始まるんじゃねこれ。多分ね、もう始まっちゃう、これ。うん。もう始まる。だってパドックも来るでしょ、これ。おう。俺ちょっとそれ見逃せないからごめん。ちょっと予想だけね。じゃあ予想だけ。うん。予想だけ。みんな SPO 開いて、SPO。うん。で、あわよくばみんなちょっと、このランキングにね、もうな、金、もうジェニューに一切お金渡したくないって言うなら、せめてランキングは押してくれっていうね。そう。うん。これ今日のね、一押しレースが出るから、これ。うん。しかもね、そう。うん。で、名古屋の、何レースだっけ今 7?7 レースか。うん。これで見ていくと、うん。まあ確かに単マーク出てるね。そう。うん。ただちょっとね、単マーク出てる馬、うん。ババアが初めて。うん。ややもか。まあ、ややもと言っても量ぐらい。うん。今日ね、別に関西雨降ってないから。そう。うん。で、やると、あ、でもちょっとずれるぜ、これ。
これ注意ね、注意。これプロの、まあ、やっぱり開発者の目から見ると、ややこれ注意のレース。そんなにこのターンマークは、地震のターンではないです。はい。だからちょっと注意してね。まあ、つくんだったら3分くらいがいいんじゃないかな、これは。この通りに行くんだったらね。というふうなアドバイスをしておきます。はい。送別会だっけ出るってありなのか。バカ、お世話になった先輩の送別会出ない理由ないだろうっていうね。しかもその場で、いわゆる、シンバのための、ちょっと、融資をお願いするみたいな。招待所金お礼くださいみたいな。そういう場面がね、あります。はい。パドックはこのリプレイ、映像が終わってから、だからこのリプレイ画像が終わってすぐパドックであればもう6レースだからすぐかなと思って。SBO ね。はい。水分プロは買い目をさし、水分プロは今日忙しくていないんじゃない？仕事だと思うよ。3指定レースは、そう、それはありだと思う。で、言ったらね、まあ別にいいんだけど、押さなくても、これ。特に単指定の出る中でもさらにおすすめなレースをここに入れてます。このコメントのところね、紹介文。だから、これクリックしてくれたら、ちゃんとね、君たちにもメリットがあるように、ちゃんとね、ターンしてのレースが出ますんで、はい。それよかったら見てってください。その他も今日1レースか2レースぐらいね、ピックアップしといたから。詐欺じゃないから、詐欺じゃない。ただ、普通に俺が借用書書いて借りるだけでしょっていう、まあ、どういう条件になるかわかんないけどね。騙し、ね、借りて返さないとか、なんか、盗むとか、そういうのは、まあ、詐欺だよね。だ、それじゃないよねっていうね。身元晒してますから、はい。先輩待つのが、したらがっかりする。どういうことはね、がっかりするわけないの。ちゃんとそれはもう嬉しいみたいな。嬉しい、恥ずかしいだよ。送別会梅田でやるの。いや、梅田じゃなくて、普通にこの辺。森内。会社でも、いや、乞食じゃないから。もうな、何回言わせ、乞食っていうのは、すいません、すいません、お金をください。なんで俺がやらなかったんだから、これ。なんでこれ俺がやらなかったんだから。違う、こういうのが乞食だよねっていう。俺はちゃんとね、こういう、ビジネスチャンス、あとは、確かにね、馬の買うから貸してくれっていうのは誰も貸してくれないよ。ただ、最近ちょっとね、迷惑メールの中に、いいメールがあったんだよ。まあ、ちょっと赤い見てほしいんだけど、だから、それでちょっとね、一稼ぎしませんかみたいな。で、もうそのまま、諸条件わかんないよ。だから、俺が、もし、ね、へくったら、もう本当死ぬしかないってなるかもしれんけど、でももうやっぱ一発かけないと、もうシンバ買えないから。もう勝負するしかないんだよ。俺、失うもんないし。はい、あ、おじきた、見つかっちゃった。こじきた、見つかっちゃったっていうね。会社にお前がいる保証ないから、それはありませんけどね。俺は、いつまで入れるかわかりません。ただ、とりあえず先輩が先にもう行かれるんで、それはちゃんと見送らなきゃっていう。そういうことだよ。ルンペ。ルンペには家はありますけどね。はい、似合って、似合ってないよ。ちゃんと、システムの開発の対価としてやってるわけだから。そこはちょっと間違いないよねっていうね。今度、家遊びに行くね。だから、それちゃんと連絡ちょうだいよ、本当に。いや、来るんだったらちゃんと俺もね、おもてなしちゃんとしたいから。それはちゃんと事前にね、連絡。電話がわかるでしょ？頼むわ、本当にね。銃は硬いんだろうけど、やっぱり注目は7のジャパンがどこまで粘れるかですね。本当、君はね、いいこと言う。まあ、冷静な中にも、ジャパンに対する希望がね、溢れてて、俺はそういうコメント好きです。はい、で、これ、園田のね、一列見てみようか。八重も、八重もだからね、昨日の指数から変わってると思う。ちょっと見ようか。ちょっとこれね、現実。ね、これ、馬券モンスターだから、愛を忘れた馬券モンスターだから、これは厳しく自分の馬にも出てしまう。どうなる？来い、来い、来い。一番来い。72か。72か。なるほどね。まあ、72ということで、ジャパンはここ。まだ一応ね、海面の中入ってる。全然勝負にはなるよねっていう。本当に頑張ってほしいね。腹痛くて早退したのに送別会に参加する矛盾。それはね、深くは考えるのやめようっていう。世の中矛盾がいっぱいだよねっていう。そう、盾と矛みたいなね。どっちをついたらどっちが勝つみたいなね。そういうことですから。はい、自演。何が自演だよ、だから。どういう自演だよ、今どこについてっていうね。いや、4コーナーは本当にね、勝負どころだと思う、確かに。君が言うとおりだ。4コーナーでどういう足色なのか。どんだけお釣りがあるか。そこはもうすべてだと思う。まあ、言ったらもっと言ったら3コーナーなんだけどね。3コーナーのね、要は、園田の3コーナーって1点何メートルの坂があるから、1.2 メートルかな。その坂を登った時に、下るところでどれだけお釣りがあるか、そこが勝負。マジで。頑張ってほしいね。ただ、見て、これ見て、これ。抑えの方はね、ほぼ、僅差でしょ、これ。いけるいける。微妙。微妙だね。確かに、確かに。海面の中に入ってないの1頭だけ。まあまあ、ちょっとね、1頭抜けちゃったっていう。ただ、これはね、要は、買いすぎっていう意見もあります。ただ、あくまでもね、硬いレースは絞ってる。ね。硬、要はね、混戦レースは広く取ってるって。これ、効率的にやってんだよね、むしろ。
これを全自動でね。そうそうそう。だからそれは評価してほしいっていう。うん。会社の人を見てる。見てるわけないだろ、そんなもん。仕事で働いてるよ。うん、そうそうそう。10棟建ての9棟の中に入ってなかったらワコン。いや、それもね、まあ過去入ってなかったこともあったみたいなね。そうそうそう。うん。だからこれは別に9棟を選んでるんじゃなくて、県内の馬を全部入れてるだけ。うん、県内の馬はね。まあ、県外に入っちゃって、もう、外れちゃったのは申し訳ないけど、うん、でも、そのままもちろんね、まあ、あくまでも SBO の中ですから、もう来るのは来るんだけどね。そうそうそう。首、それは困る。それは困る、マジで。首とか、それはマジでちょっと困るんで、もう頑張りたいなと思います。はい、そうそう。うん、会社の人が知ったらどうなんだろう。まあ、わかんないです。まあ、でも大体ね、うすうす分かって、もうこいつダメだな、みたいな。うん、ただ、やることはやってる。うん。それだけはもう評価して。やることはやってる、ちゃんと。うん。で、いいかなと、今日は。うん。今日俺いても多分これ完全給料泥棒ですね。いや、ただ給料はもらってないよ、別に、俺。午後の分は。うん。それ勘違いしないで。これなんか、サボってるって言うと、なんか給料泥棒みたいなね。そうそうそう。だ、俺給料もらってないから、午後は。うん。それはちょっと間違えないでねっていうね。そうそうそう。うん。工場。いや、本当にその仕事に迷惑かけるのやめて。俺は別に構わないけど、その周りの人に迷惑かけるのやめてください。はい。それ、園田の時も言ったでしょ？ね。それやったらもう君たちニコ生にいなさい。ね。こっちに来なくていいから、本当に。そうそうそう。うん。名古屋7レースの6はそこまで抜けてない。あのね、名古屋はね、これさっきも言ったんだけど、両馬場と八重桃で、こう入れ替わる感じだから、そんなにね、単幕指定ではないと思う。ややもってやっぱね、データが少ないから、結局あんま当たんないんだよ、 SBO もね。そう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 。うん、やっぱデータ、指数ですから。うん、だからその材料が少ない場合は、ちょっと考えた方がいい。なので、三幅推奨です。うん、人気ないならね、なおね、三幅推奨です。はい、そうそうそう。うん、センターハイムで、だ、書くなよ、君、これ。この個人情報漏洩だよね、これ、マジで。そうそうそう。うん。でも今日名古屋ほぼ6万しか来てないんだよね。なんで？あ、そうなんだ。まあ、デメってあるからね。うん、そうそう。でも、まあ、万円ことはないけどね。うん、まあ、あんまそこは根拠はね、ないと思いますけど、まあ、でも6番からね、行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、そうそうそう。うん。おい、さらすなって、君もなんか一旦買ってないかっていうの、ほんと、マジで。いや、ほんとさらさないで、マジで。個人情報漏洩ですからね、君訴えますからね、ほんとに。そうそうそう。うん。送別会に参加してもよ、いいわけないだろ。君関係ないよね。ちょっと今笑いそうになった、ほんとに。関係ないよね。うん、そうそう。まあ、俺の送別会もしあるんだったら参加して、みんなで。うん、みんなでね、ちょっと送ってっていうね。そうそうそう。うん。しんちゃん、今日ジャパンの初勝利だね。めでたい。言っちゃうね。そこまで言っちゃうと、ほんと逆にドキドキしちゃうんだけど。うん。いや、でもね、チャンスあると思う。やっぱりね、このクラスなんだよ、ジャパンは。うん。いわゆる C3 のドベクラス。C3 の中でもさらにドベ。このクラスであれば、ジャパンは勝負になるっていうのは過去2回ね、2着取ってるから。やっぱりそうなんだよ。うん。だから、このクラスで、まあ、やっぱりチャンス待ち。さらにこのクラスの中でも、まあ、ね、あんまり強くない相手が待ってくればっていう。ただ、今日はね、2番と、10番。あとはやっぱハート&ベスト。この辺が強いね、というのがあるんで、まあ、前回同様ね、花を切れれば、ワンチャンあるかなっていうのは思ってる。うん、そうそうそう。うん、勝ったら何かあるの？賞金がもらえます。はい。賞金がもらえて、新番のために積み立てられるっていうね。そうそうそう。うん。松の退職したら、送別会やってもらえるの？わかりません、それは。はい。そういうのわかんない。確かにそうだね。俺も、ちなみに、東京を離れた時は送別会なかったからね。そうそうそう。うん。どこに送別してほしい？うん。バカ野郎、本当に。殺すな、殺すな、本当に。そうそうそう。うん。ジェヌインの送別会って、どうだろうね。いや、わかんない。俺はね、本当に馬主専業でやれるんだったら、それでいつでも送別してくれって感じなんだけど、まあ、それは無理だからね。うん。まあ、垂れてなんぼかなっていう。うん、そうそう。まあ、ニコ生からね、送別されてるから、うん、そういうのもあるでしょうかっていうね。そうそう。うん。発注するのに口取りできない身長。いや、まあ、そこまではね、ちょっともう、致し方ないかな。それはもう、俺もね、働かないと馬も維持できないし、うん、これがギリギリのラインかなとは思ってる。うん、そうそう。だから、まあ、ジャパンをね、素直に、今もこのね、インターネットを通して、まあ、応援するっていう、それが俺に今できることかなって思ってる。うん。なんで現地じゃない。だから、これ終わった後に、もう一回工場戻らなきゃいけないからです。はい。そうそうそう。うん、だから、それだから、まあ、いけないっていうね。うん、そうそう。幸子さんと送別会したら、送別会はしないですね。あ、でも最後、焼肉食べた。うん。最後に、叙々苑で、両親を、交えて焼肉を食べた。はい。日本一まずい焼肉でしたね。はい。叙々苑といえども。あれはきつかったね。そうそうそう。うん。自分の退職金で賄う。退職金出ないから。出ないから。何ヶ月しか与えてないの。退職金出ないから。出るのは、ね、何十年もね、その会社のために尽くした、本当に先輩方よ。俺、出るわけないだろ、そんなもん。そうそうそう。うん、終わった後、工場とかどういう職場なんで、終わった後、だから、終わった後、送別会、働くわけじゃないよ。うん。もう今日は給料出ないですから、僕は。うん、そうそうそう。うん。時計出てなかったけど、先週みたいにいい感じでいけたらチャンスあると。いや、ほんとほんと。うん。ね、前が止まらない展開みたいなのあれは、やっぱり、でもね、やっぱり姫路よりも園田の方が差しが効きやすいから、そこはジャパンにとってはちょっとね、苦しいポイントだと思う。うん。ただ、こういう軽い馬場っていうのは、うちの方が逆に、
不利が少なくなるからね、砂が流れて、うん、だからそういう点ではジャパンスッと行ってね、経済コース通れれば、だから今回逆に外枠じゃなくてもうちょっと内寄りの方が良かったかもしれないね。そうそうそう、うん、いよいよ11月が近づいてきたな、ここらで勢い、本当だよね、もう伝説の11月、去年3勝したから、1ヶ月で100万取って100万、俺どんだけブルジョアになるんだと思ったらね、そっから0勝です。はい、本当苦しいね、頑張ろうっていうね。そうそう、うん、1位が85とか全体レベル低いからチャンスある、いや本当そうなんだよ、うん、じゃあそれはね、バチュー見た通り、うん、バチューバチューバチュー、うん、これ、うん、ちょっと見ようか、これ消しての出走表ね、うん、まあ前走比較だけだったら本当団子、うん、本当団子、うん、まあハートランドベストはねちょっと抜けてるっていうのあるし、あとはこのクールベガサス高級組、うん、まあまあちょっとまあ強いなっていうのはあるけど、そんなね、そんなんでもないよマジで、うん。そんなビビるほどでもない、うん、あとはコエルビー、まあこの外枠連中ね、うん、そうそうそう、だそんな全く勝負ならないレベルではないと思う、うん、そうそう、金ないの仕事休むとか、何が大事か考えよう、みんな何が大事か考えよう、俺らにとって馬がやっぱ一番大事だよなっていう、うん、その馬が一生懸命3連投で3周年とか走ってるのに、俺が何すべきかってそう考えたら分かるよねっていう、おう、マジで、そうそうそう、未来を想定して職を選ぶなんてほぼ不可能だろう、得たスキルを生かせる分有利だと思った方がいい、ちょっとよくわからないですけど、褒められてるのかね、けなされてるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、とりあえず俺はもうやるべきことをやるだけ、うん、あとはどんどんやっぱり給料が増えるような努力をするだけ、うん、ほんとそれだけだよ、うん、そうそうそう、お、なにこれ 2600? お、門別か、すごいな2600ってね、ジャパン完走できるんだろうかっていうね、そうそうそう、うん、年間ゼロ勝とか趣味でやってる余裕じゃない、当たり前だよ本当に、本当そうだよ、どうすんのこれっていうね、年間ゼロ勝とかって、おしかもこれ3連投だから手当てがめっちゃ少ない、手当てめっちゃ少ない、3連投でね、かけ3じゃないから、むしろかけ2もない、かけ 1.8 ぐらい、てか 1.8 か、おう、3走して 1.8 分しかもらえないから、これマジで、そうそうそう、ミナノインターレス、あ、そうなんだ、マジでか、おう、ね、2600っていうね、そうそうそう、そう、うん、ね、最近読んだそれってことで、何、ちょ、はいはい、なんこれ、なんこれ、なんかめっちゃ書かれてるってね、そうそうそう、うん、まあ、いうことで、ちょっとね、2600のレース、今、門別流れてるんだけど、この後か。この後いよいよジャパン登場、うん、ちょ、みんなしっかり見よう、マジでしっかり見よう、マジで、そうそうそう、うん、え、馬を理由にして仕事をサボりたいだけだ、バカ、君らと一緒にすんな、マジで、俺は馬に命かけてんだから、だからそもそも、そもそもなんで働いてるのって、馬のためでしょっていう、うん、マジで、うん、そこちょっと一等一緒にしないでっていうね、そうそう、サボりたいだけだったら、もうそもそも 馬主やってないよねっていう、うん、もう仕事働いてるのもね、今生きてるのも全て馬がいるから、お、当たり前だろそんなこと、愚問だよ愚問、そうそうそう、うん、シャア、あ、シャア出てんのこれマジで、中央のシャアでしょ、あ、本当だ、なんか中央の、までも門別ってこれね、勝負服着れるんだよね、メインレースとかって、あの馬主の勝負服作れるんだよこれ、門別は、うん、いいよね、なんかね、お、こういうの、まああんまりね、全部でも勝負服着ちゃうとね、多分経費が合わないんだろうけどね、そうそうそう、うん、命かけてるのはそのないっていうの、だからその後にのバランス、もう君たちは本当に1か0みたいな、ね、パソコンやりすぎだよ本当に、だどっちかじゃなくて、ね、愛の工場もね、そこそこね、馬もちゃんとそこちゃんとこのバランスを取らないと、結局どっちが破綻しても終わりなんだから、お、分かるだろうっていうね、そうそう、うん、お前の全身全霊かれてこいつが終わっとるだ、じゃあ君は何やってんだよ、君は、お、ジャパンのため何をやったんだ君は、じゃあ そこ言えよ、なんか俺のことばっか、俺は本当一生懸命死ぬ身の狂いで働いてるよ、お、馬のために、こうやって放送もやって、みんななんとか応援してもらおうと思って、そうそう、本当に頑張ってる俺、誰も言わないな、俺が言うよ、本当によく頑張った、お、そんな中でな、せめて応援してくれって言ってるのに、君たち文句ばっかりだよ本当ね、文句ばっかりだよ本当に、お、え、ジャパンこれ勝ったら1ヶ月で休養入るの、いや分かんない、うん、それはもう休者のにやっぱり一番体調分かってるんで、そこは任せきりっていうね、ちょっと、うん、いつも言い訳言ってるのは君らだろ、もういつもいつもダメ無理か、もう絶対ダメ無理、そればっかり、お、俺は絶対あるから、あるから、もうノーチャンじゃないから、ワンチャンあるから、そう言って諦めずにやってるっていう、お、いつ俺がな言い訳言ってよ、ずっと俺応援してるだろ、だから諦めずに、そうそうそう、うん、なんでまたスピン言ってんだ、から君らがアホなことばっかり言うからです、バイトながら、お、もう始まってもないレースで、はい、もう6着とかね、もう勝てるわけないとか、そういう情けないことばっか言ってるから腹が立ってるんです、お、俺は馬に対しては真剣だから、お、一生懸命、そこに対してなんかね、本当にもうなんかなんつまんないこと言ってね、揶揄するのこと言って、それは許しません絶対に、お、当たり前だろそんなもん、そうそうそう、お、え、キレキーじゃない、当たり前、馬のことをね、本当ね、バカにするやつは絶対許さない、マジで、お、馬も命がけで走ってるね、厩舎の人も生活かけてる、ジョッキーだって命がけ、馬の人も命がけでやってるって、そういうことなんだよ、
そこに関してね、なんでそこバカにされるね、その要は余地があるんですかっていう、どう考えたら俺が正当だろう、え、リスナーの方が的確だから、俺の方が的確だろう、どこが的確なんだよマジで、言ってみろ、じゃあ説明してみろ、分かりやすく、そうそう、豚の生姜焼き食いたい、俺も食いたい、俺も食いたいけどね、そうそう、まあ、金がないから無理ですってね、そうそう、うん、醤油こと、ね、醤油こと、醤油はマジで本当万能、パスタに、パスタに、あの、茹でたパスタに、醤油と、あと、まあ、オリーブオイルちょっとかけてね。で、ちょっと、あの、ニンニクのこのね、なんか、あの、絞ったやつを、わかる？この、あの、チューブのやつ、あれをピッとかけてね。で、あとは、塩コショウパーって、で、ぐちぐちぐちって混ぜてね。それが主食です。はい。それが主食って、カルシウム取れ。金がないんだよ、だから。その栄養のバランス考えてる時間がないんだよ、そんなもん。そうそうそう。時間と金がない。はい。牛乳飲むという、だから牛乳を買うお金がないです。はい。もう、生活必需品に特化するんね。っていうことは、まずは、予託料。予託料から発生して、で、余ったお金で、まあ、食費が発生するわけですよ。そこでもう最低限カロリーのね、できるだけ高いカロリーのものをね、最小限のお金で取るっていう、そこに、まあ、集中力するわけですよね。そうそう。ブレスどこ行ったの？ブレスは、西脇に来ました。うん。西脇の飯田厩舎に来ました。はい、そうそうそう。で、いろいろ今ね、血液検査もしながら、徐々に体は戻りつつある。うん、だから本当ね、飯田先生、まあ、調教師の先生ね、もう頑張ってくれて、なんとか復活させたいですということで、本当、真剣って、もちろんね、橋本厩舎でもしっかりやってくれたんだけども、それはまあ、合う合わないもあるからね、まあ、いろいろ手を変えてやってる、まあ、馬主の役割だからね、そこは。そう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 。すぐ切れる馬はバカにしてないお前の思考がありか。馬はバカにしてないお前の思考、当たり前だ。なんでバカにするんだよ、だから。一生懸命走ってるだろっていうね、もう、君が、もうダメ、すぐ切れるって当たり前だろ、こんなもん、バカにされて。考えろ、考えろ、そうそう、卵の殻食え、卵がないね、まず、卵がない、うん、そうそう、動画の人、いつも動画アップありがとう、あ、ほんとありがとうってことね、動画アップの、ほんとね、まあ、今日はパドック見れるんだけど、普段はパドック見れないとき、そういうときに、ほんとね、その、何言う、競馬近畿のコメントとか聞けるのが、ほんとね、ありがたい、あれ、マジで、うん、ほんとありがたいってね、そうそうそう、うん、漢字読めない、これ、何これ、し、漢字が見えないこれ、しこん、なんこれ、侵入、もうちょっとわからん、うん、そうそうそう、うん、じゃあ一生懸命仕事、あ、一生懸命仕事してるよ、だから、うん、ただ、そんな中でも、馬をやっぱりね、応援したいって気持ちは、抑えきれないよねっていう、うん、ね、止まらない思いみたいな、この熱き血潮みたいな、そういうのが流れてしまうんだよね、だからもう来ちゃったって、だから言ったら来ちゃったって、確かに罪悪感はあるよ、罪悪感、でも、ジャバンがね、3週連続一生懸命走ってるんだから、俺もなんかできないかなっていう、ギリギリのラインがここなんですよっていう、そこってはマジで、そうそう、うん、しんちゃんのこと抜いた、抜いてない、まだ今日は、うん、この後抜こうかなと思ってます、はい、そうそう、うん、この後ジャパンが全てを証明してくれる、どっちが正しいことだ、そう、当たり前だ、別にね、ジャパンが一生懸命走ってるってことを、だから俺はね、別にジャパンがね、何着ってことは、その結果は全面的に受け入れようって言ってる、そこに対してね、だから今まだ走ってないのに、ね、もう負ける、絶対無理って、そこを言ってどうすんだって話をしてるんだよ、走る前、ジャパンだってこれから一生懸命走るってまだね、思ってるのに、君ら、ね、俺らが諦めてどうすんだって話をしてんだよ。思いだよ、思い。ハート。そこが考えたら足りないって言ってんだよ、だから。そうそうそう。ジャパン、馬体重マイナス1。マジで？マイナス 1?3 連投で？マイナス 1? もうマジ、本当に調子いいんだよね、これ。これすごいな、マジで。切れるなって、とりあえずね、脱ごうか。なんでやねん。脱ぐわけないだろ。そうそう。いや、切れる、切れない。いや、俺はね、俺のことをバカにさん、別に構えない。ハゲだろうなね。クズだろうが。別に言われるのは、まあ、確かにそれは、あながち否定もできない部分もあるから、それはいいけど、うちの馬のことをバカにされるのは、ほんと許されない。それは絶対許しませんっていうね。そうそう。当たり前だろ、そんなもん。そうそうそう。うん。もう、点始まったが黙れ。もうね、黙れっていうのは、ボリューム、それ。パソコンのボリュームを自分で調整したインターフォンが、それ。おう、そう。広瀬のマンション、ちょっと待って、クリック。何これ、ちょっとクリック。おう、広瀬のマンション。何これ、クリック。俺じゃん、やめろ、本当に、これ。ちょっと。俺じゃ、ほんとやめて。個人情報さらすな、マジで。これ。そうそうそう。最下位。いや、人気はいい、全然。人気はいい、マジで。3連投って馬を殺す。いや、それは、厩舎の判断で元気だから出してるの。元気じゃなきゃ無理やり出さない。いいですか皆さん。よっていいね。手当てだけを考えたら、ね、3連投よりも、中1で2勝した方が高いんです。手当て考えたらね。わかるこれ。わかるうん。だからそこ考えて、マジで。これはなぜ出してるか。厩舎側の判断ってなぜ出してるか。それはもう考えて。もう感じて。マジで。そうそうそう。出走までお時間ございます。まだあるのこれ。いや、もうね、パドックそろそろ始まる。もうパドックから戦いは始まってるから。しっかり見てこう、マジで。ちょっと、馬体見れるプロ、ほんとお願い。あとコメントはちょっとね、ちゃんと近畿のやつ聞くけど、マジでちょっと頼むわ。そうそうそう。馬のことを思ってるのに3連投とか。だから、そう、調教が、ね、これはね、あながち否定できないかもしれない。やっぱり、そうだって、そんなに調教施設があるわけじゃないから、やっぱり使いながら仕上げる。それは確かにある。そうそう。でも、やっぱり、
レースって消耗するから、馬にとってやっぱりプラスかマイナスあって考えなきゃいけないよね。そうそうそう。で、もう、これマイナス1ってことは、もう本当にジャパン元気なんだよ。それは言ってた。うん。ジャパン本当に元気だと。うん。だから能力の部分はね、まあもちろん、どうかなっていうのはあるんだけど、そうそう。だやっぱ体調がいいから使えるっていう。うん。でも、やっぱ勝ち目がなければ、連投したら損だから、そこはね。うん。だそう考えるとね、本当に、まあ今日は、もうこれ、応援せざるを得ないよねっていう。うん。本当、そういうせざるを得ないよねっていうね、そうそう。うん。15連投目指すの。だからラガレグルスかっていうね、そうそう。うん。今日は昼で見れない人も多いからアーカイブ消されない。おう、そんとんとん。だからアーカイブはちゃんと、おう、ちゃんと残しますからね、本当に。そうそうそう。うん。ジャパンぶっちぎりの最低人気。いや、いいよいいよ。そう、全然いい。おう。3連投だからね、まあ常識に考えて、おう、人気がね、落ちるのはまあ仕方ないんですけども、そうそう。でも、ちょっと待って、バタージュ見よっか。おう、クリック。うん。ま、あ、出た出た。おう。ジャパン、おお、マイナス1ね、これ。いいじゃん、これ。3連投でマイナス1って、これ、どう思う、みんな、これ。おお、お給者の人が、もう本当に、ね、これってやっぱ、鉄章にかけて、世話してくれって、わかるよね、本当に。おお、そうそう。評価だった20万だな、20万。そう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 。うん。むやみに言われる不明な思い。いや、本当ね、ちょっとやめて。いや、てか、出すなよ、そもそもアップロードしたら、俺が踏まなくてもみんな見るでしょ。おお、意味ないじゃんっていうね、それ。そう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 。うん。スマイルジャパン、兵庫、ヒンバ3、54.0、吉村、ね、449、マイナス1、111.0って、これなんですかってね、110.0ってね、ちょっとわかりませんが、はい、ありがとうございますってことで、これは、マジで、うん。あると思います、これ。うん。あると思います、本当に。体調面は抜群だと思う。おう、マジで。そうそう。吉村泣いてるな。本当ね、こんだけ応援してる馬主最高ってね、本当感動で泣いてると思います。はい、そうそう。うん。しかし、連投関係なく3戦連続最低人気。あ、そう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 。うん。それはいいじゃん、人気は。おう、むしろ、君たちにとってはいいんじゃない？馬券買うにしと、土地とにとってはね。そうそうそう。おう、こんだけ馬主はいいいいって言ってるんだから。そうそう。うん。単勝、あ、単勝110倍ってことね。はいはいはい。もう、100円が1万1000になっちゃうみたいな、これ。おう、おめで、むしろ君たちおめでとうと言ったよ。そうそうそう。うん。ジャパンは作戦は逃げさし、逃げですね。はい。もちろんこの2走を見てもらったら分かる通り、ハノンにバンバン行ってますから、これはもう逃げですよ。おう、前に行ってっていうね。そうそうそう。うん。え、まずジャパンの単勝。だから、俺が買うと死ぬっていうのがずっと続いてるんで、俺が買った時全部、まあ、ブレスに特にそうなんだけど、俺が買った時全部ドベでした。はい。ね、お前が買ったからもう死んだんだってみんなに言われたんで、まあそれは確かにそうだねと。うん。だから俺は買わないです。俺はこれ決めてるんだけど、自分の馬が出てるときは、基本、記念馬券以外は買わない。うん。これ決めてるんだよ、だから。そうそうそう。うん。ね、単勝万馬券です。はい。体調良くても走らないタイプ。いや、ただ体調良くてと能力があるとは決して言わないですよ。ね、それはやっぱりこのクラスって言ってる時点でね、そうなんだけど、そうそうそう。でも、体調いいから使えるって、これやっぱ一番じゃねっていうね、そうそう。うん。110回に1回勝つレベルって思われてること。あ、そういうこと単勝って。いや、そういう意味かな、これ。うん、そうそうそう。まあ、このレースで、メンバー見て、冷静に考えたら別にあります、全然。うん、110回どころか普通にあります。はい。そうそうそう。うん。あ、パトック、あった。え、まだ始まってないよ。うん。今ね、まだパトック始まってない。うん。今、ちょ、映ってるでしょ、これ。映ってるよね、これね、みんな。あ、見えてる見えてる。そう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 。うん。よし、ちょっとね、北の坊のコメントちょっと書いてこう、これ。うん、ちゃんと。北の坊書いてこう。そうそうそう。うん。常識的に頭はないよな。あ、頭は、まあ、強くは押せないけどね。うん。ただ、ゼロではないと思う、俺。うん。ゼロでは。うん。そこはね、だから完全にもうこれで頭絶対ないねっていうのを言うやつがいたら、それはね、本当に死んだ方がいいかなと思う。うん。じゃあ、絶対ないことはないよ、本当に。うん。だってやっぱり、花に立てると思うし、このメンバーだったら、なおね、前走もっと厳しいメンバーで花立ってたから。うん。だから全然そこは楽にいけると思うけどね。そうそうそう。うん。軸にしていいですか？どうぞ、もう全然いいよっていうね。正直言うと責任はもう取れないんだけど、でもね、その気持ちで、やっぱりね、金かかったら応援するだろ、みんなも。そうそうそう。だからそこは、ぜひね、買ってもらいたいなと思う。でもあんまね、無理はしなくていいと思う。うん。副賞1枚でもいいし、うん。1枚持ってくれたらね、きっちり応援する。まあ、俺はもちろんね、もう予託料発生してね、賞金が返ってくるかどうかっていうね、その、もう馬券以上のね、もう戦いをしてるから、もうそこはもう本当真剣だから。うん。だそこはでき全然できるから。そう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 。うん。中央では、人の馬に絶対ない、絶対ないっていうことに。だから、絶対ない、だから絶対ないよねって、だから、ワンチャンあるよねって、だからそう言ってるでしょ、だから。そうそうそう。うん。勝ったら送別会、査定置いて、祝勝会。いや、もうそれはね、やっぱそっち、それはそれ、これはこれみたいな感じでやるで。まあ、それは改めてね、ちゃんとやるけど、うん、そうそう。まあ、でもね、あんまりね、カチカチっていう、それもちょっとあんま良くないよね。だから、ここは冷静に、うん、冷静にやっぱね、もう最善ジャパンが一番いいレースできるように応援する。それがね、まあ、やっぱり俺らの役割かなとは思ってるけどね。そうそうそう。うん。金返せ、から金返せ、君、債権者？債権者の方っていうね、これ。そう、債権者の方だったら、ちゃんと利子は払ってるよねっていうね、そうそう、うん。常識的に考えて、家賃は払うべきだろう。払いませんって言ってるよね、これ。
おう、そう、は、優先順位を決めてるよねって、俺の中で。そうそうそう、そう、勝ったら二次会叙々苑。あのね、ありますね、それは。ただね、ごめん、これはね、やっぱりね、みんなとの約束だから、やっぱりこうやって稼いだ賞金とかは、ちゃんと次の新馬に突っ込むと。やっぱ優先順位だよね、これも。だから、ちゃんとそこは取っとく。次の新馬がね、よりいいもの買えるように取っとく。そうそうそう。信じてる馬がこの後3馬。出た、まあ、ほんともう来なくていいからじゃあ、76に、ほんとに。そうやって、もう完全にそうやって諦めてるんだから、もう見なくていいだろ？じゃあ。俺ら一生懸命応援してるんだよ。これから頑張ってね、命を懸けて走るジャパンをさ。そんな中で、もう負けますみたいに言うんだったら、もういいよ。もうじゃあ、別にいいです、本当に。もうそんな、そこまでして見てもらわなくてもいいです。そしたらね。そうそうそう。じゃあ、今日の反省会ない。あ、今日はないです。はい。今日はちょっとね、夜ね、ちょっと先輩の送別会ってことでね。そうそう。ね、送別会会費、払ってる、払ってる。それは。そう、払わなきゃ入れないだろ。そうそうそう。みんなとの約束ってのは王将。いや、王将もあるけど、それは俺がね、ちょっとバブって金持ちになったらいつでも連れててやるから。そうそう。だ、その前に、まずはその、バブるためのきっかけ。今までのままの延長戦でやっても変わらないだろっていう。やっぱ、まあ、買うしかないよねっていう。そういうことだよ。そうそうそう。王将。漢字がない、これ。もう画数多いの、ちょっと振り仮名お願いします。はい、そうそう。応援してる人ってどのくらいいるの？まあ、例えばね、2、30人いるとしたら、まあ、2%とかね。2、3人じゃないですかね。そうそうそう。盲点見るから、猿は、あ、お疲れってことね。そうそう。ブレス罰ゲーム。だ、ブレスバもうそれした。もう終わった、それもう。とっくに終わったっていうね。そうそう。応援はしてるけど、レース分析はシビアに。まあまあ、それはいいです。そう。だから、そういうの観点は全然いいです。でもそういうシビアに見るからこそね、絶対はないよねっていう。シビアに見たらね。そうそう。だから、俺も絶対1着とは言わない。でも、その可能性ゼロとは言わないよねっていう。そういうことなんだよ。そう、わかるよね、言いたいことは。真面目にやってる人はわかると思う。そうそう。ムービーは応援してる。ブレスはまだ期待してる。ジャパンも。いや、あるからだから、そう、全くゼロっていうのはないよねっていう。ちょっと待って。ちょっと、音入った、これ。ちょっと音入れよ、これ。50。そう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 。応援しても結果が出ないとなかなかね。いや、それはわかる。だから、モチベーションがなかなか続かないのはわかる。それは申し訳ないと思うけど、でも、それでも応援し続けた時の、その時の最後の最後の勝利ってのは、ほんと感動すると思う。今ね、三冠馬が出てもね、そんなに心動かないね、この競馬時代。こういったやっぱ感動、競馬の根本的なところ、ロマンとか、ね、応援してた馬が勝てば嬉しい。それはレースの格じゃなくて、こういった一般競争、地方のね、C さんでもあるよねっていう、そういうところをね、ほんと分かってほしい。じゃないと競馬ファンって増えないと思うんだよ、根本的にね。そうそうそう。新馬諦めたって聞いて、誰が諦めんねん。誰も諦めてないよ。むしろこっからだよ、こっから。そうそうそう。動画の人、今日は期待できますよ。こういうね、いや、本当に嘘でも嬉しい。いや、いいんだよ、それ。そういう気持ちは持ってなきゃいけないよね。これからジャパンが走るのに。誰が応援するんだってね、マジで。最低人気で。そうそうそう。あれ、工場サボったの。ギク ギク、そのね、言い方っていうね、そうそう。いや、給料出てないからね、サボりって言うんでしょうかっていうね、そうそう。パドックね。パドック、今映してるんだけど、先に映像が進まないからまだかなって思ってるの。これ、園田だよね。これ、園田だよね。そう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 。ゼロじゃないけど、お前が自分で言ってる1400で勝負できないのに1403連投っていうのが理解できない。だから、それは1230がないから。1230がなくて、体調がいいから使うっていう。そうそう。まあ、確かにね、その調教代わりと言われれば、まあ、そういうんだったら普通に調教した方がね、金入るから、俺むしろそっちの方が嬉しいんだけどね、調教代わりだったら。だって、ね、3連投したら、要は2走するよりも3連投の方がお金安いんだから。わかる。これちょっと理解しといてね。3連投の方が安いんだよ。手当少なくなるんだよ。だからそこはちゃんと分かってっていう、そうそう。小栗以来の地方からの成り上がりの馬みたいような。まあまあ、そこはね、かなりそのレベルは高い話にはなるけども。でも、目指しはしたいよね。目指しはしたい。なんかね、まあ何もともね、その、みんながね、応援した馬が勝つっていうのは、本当やっぱり感動があると思う。だから、まあその辺がね、やっぱりいろいろ麻痺してしまってるね、この昨今だから、そういうのをね、みんなにも思い出してもらいたいなとは思うんだけどね。そうそうそう。今からレースの距離変更してよ。50メートルぐらいに。俺も望む、それ。俺も望むんだけど、それちょっとレースにならないよねっていうね。そうそう。チンパン届いたら届くかだから。なんで君はその、なんか動物をうちのね、家に送ろうとするんですかっていうね。そうそう。あ、工場首か、なるへそ。いや、首じゃない。首じゃない。午後は、ちょっと、いや、まあ、ちょっと、まあ、これがこれでみたいなね。そうそう。これがこれで、これでみたいなね。そんな感じで済みました。はい、そうそう。期待はしてますよ、マイク。本当ありがとうございます。はい。そういう、本当ね、言葉は馬にもね、伝わると思うんですよ。やっぱり、馬にとってもね、不安が多いっていうのが、やっぱ一番で。それが本当に、競走馬として、まあ、成功につながるかどうかわかりませんが、そのね、やっぱ競走馬としての人生を長く続けられる秘訣じゃないかなと、もう思ってます。はい。そう、お、ちょ、来たよ、これちょっと。これちょっとマジで頑張ろう。あ、10番マイナス16。ハートランドベストって何番だっけ？ 4 番だっけ？プラス 4？ これ勝負な、全然。馬体重だけ見たらね、全然、OK よねっていうね。そうそうそう。ややもね、ややも。そうそうそう。よし、頑張ろう。
応援しよう、みんなでな。ちょっと、ジャパン見てやろう。いつものジャパンがどうかみんなちゃんとチェックして。おののね。画像悪かったら、みんな普通に、自分のね、メディアプレイヤーで見ていいから。しっかり見てこれ。特にオッズパークはね、画像いいらしい。ケジャ見たけど、前回はケジャにハレがないって言われた。北の方か誰かに。そう。銃ちょっと減りすぎね。高級戦だからね、でもちょっと侮れんよ、そこは。ジャパン負傷売れてるから、分かってる人は勝ってると思う。なるほどね。分かってる人は勝ってる。本当ね、そういう意図、本当ありがたい。あ、来た！よし、来た！ちょっと待ってよ。あ、来た！ジャパン、これ！これ！おう。どうかな？今日は皆様、こんにちは。こんにちは！こんにちは！今日は3度目の園田金曜ナイちょっターとなります。今日も全と待って。音が部なんか中出継ない、レース俺。を行われます。最なん終か、レースまでヘッどうドホンぞが壊れのみた。お楽しみく音が聞ださい。えない。耳、なんかね、前小さい。半戦5レースまでは競馬近畿野田義行さんなんかの解耳が説、聞こえ進ない。行三宅公人でお伝えしていきます。ヘッドセット野田さ壊れん、た。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ヘッドセット今日は壊れた。3度目の耳が金曜聞こえナない。イターということになりますが、先週どうやっはてんの、これ。1レース直前から激しいゲリラ雷雨となりましどうたかな。ね。ちょっとお客さんの出足どうかな、がこ減っれ。てしまったかなと壊れいうた。ところ壊れがあた、なるんんですが、か。今日は快晴です。そうです。壊れた。今日は最高のライターちょっと、耳が、リティ聞こえない。右耳が聞こえない。そうですもう必要です。左行こう。みんな聞こえてるでしょ、これ。今週あたりから非常に涼みんなしく聞こえなっててるよね、きこまれ。して、おそうですそうそね、う。いや、昼間もこんにちね、は壊れ涼た。しくなってきましたし、オッズパークは映像雨の系だけ中ど、音ね、声ちはょうどいい季節片方だけなんだ。じゃあこれ合ってんのね。よかった、危ねえ。今日はたくさんのびっ反応くりがした、マジ楽しんで。いただきおお、たいヘッドと思セット、っておまあ、りま壊れてす。んだけど、これあね。の、今、おイ音悪いでンしょ、ターこにれ。はスタッファーでご覧の皆様、よし、新規の皆さんいや、ぜひ、ケーブル断線はしてる、断足熱では。完全にこれ。足を運んもうでほしだっいてですね。ずっと、そうですネね。トラジからずっと使ってるからね、これね。ね。今日は3度よ目のし、園田行くぞ。金曜ナイターを行われます。どうぞお楽しみみんなくだでさもい。モノラだから両方から聞こえ今てるでし日ょ。前半戦パドッカー俺、これ、ステレオにしてないから。石崎さんです。皆さんよろしく無お願い料し版まだから、す。X スピリッツ。それでは1レーよス出走メンし、よし、バー来た、みんご紹な。介していきましょう。3歳上 C3 2組ジャパンいた。ちょっと来 1400m た。戦10頭立てです。ちょっとライバルを見てこ、ライバルを。まず1番です。大成帝王大成帝王。472kg でマイナス 9kg。 元気あるな、こいつ。これ元気あるね、なんか、1番。いい感じだ。2番は希望の翼、527キロでマイナス5キロ、渡瀬和幸、55キロです。のんびりな感じ。どうなのかな。3番です。ハリマーローレル、443キロでマイナス2キロ、杉浦健太、まあまあね、まあまあ。ちょっとでもね、気合が。4番は、来た、こいつか。ハンドベスト、465キロでプラス4キロ、55キロです。普通にいいね。2位はやばいな。5番は女をなめんなよ。女をなめんなよ。キロでマイナス1。女をなめんなよ。これも強くなかったっけ、結構。上のクラスじゃなかったっけ、これ。来るぞ、みんな。続いて8番です。マッサンデナ、477キロでマイナス6。瀬沢博士、56キロ。来る。来た。どう ?7 番はスマイルジャパン、429キロでマイナス1。吉村智弘、54キロ。これ、なんか背が伸びたような、ジャパンね。8番です。ドリームステージ。割と普通だね、これ。割と普通。割と普通。マジで。雑音何雑音って。あ、雑音ノイズひどい。マジで。何がひどい。同様と同様と。ちっちゃいの、ちっちゃいの。もともと女の子だからね。そうそうそう。やっぱ可愛いな。モデル体型、モデル体型。足長いだろ。そうそうそう。ちょっと待って。ちょっとね、普通だね。あまりにも普通だった。普通。すごい普通。1番から見ていただきます。1番の大成帝王です。硬いね。なんか、同栄から移籍をして参戦結果です。今日は高級戦です。同栄からの3戦連続高級。まあね、馬体重が示すようにね、マイナスマイナス。元気なさすぎ。ちょっとね、なさすぎとまでは言えないけどね。そうそうそう。絞れたと見るべきですよね。受け気がひどい。それ折れちゃうんすかね。折れちゃうんすかね。全然入れ込んでないね。それはいいんじゃない？むしろね、落ち着いたしてるっていう。そうそうそう。思いますけどね。見てこう、しっかり。これちょっと聞いてね、みんな。ちょっと落とさげていい、これ。音。一回ちょっと落とさげるね、一回。ジャパン、ちょっとね、まあ、ほんとね、あまりにも普通すぐる。入れ込んでないとかいいと思う、マジで。そうそうそう。青影やっぱ見栄えはいいね。見栄えはいいね、ほんとね。やっぱ見栄え。これはもう買った時から。かっこいいよな、青影。そうそうそう。バテてるんだ。いや、バテて、まあ、走ってないじゃんだって。なんで厩舎からパドック来るまででバテとんの？どんだけスタミナないねん、それ。そうそうそう。お前の喋る音量下げればもんで、どういうことや？俺の音量下げたらだって聞こえなくなっちゃうじゃん、これ。俺の DJ の、ちょっと、トークが聞けなくなるよねって、放送じゃないよねっていうの、これ。そうそうそう。ジャパンの、ジャパン疲れてんじゃん。いや、疲れてるのは確か3連投だからね。それはあるかもしれない。でも、マイナス1とか示すように体は全然落ちてない。あると思う、マジで。
そうそうそう、今のところ全然問題、今のところ、あれです、9大点で、はい、9大点ってなんか言ったよね、なんか、OK みたいな、OK 牧場みたいな点数なんでしょ、そうそう、うん、シーシー、シーシー、シー、うるせえよ、マジで、うるせえよ、お前、マジでね、これ、そうそうそう、うん、3連投だと入れ込む、もう感じが見えない、これ、手、入れ込むほど、気力がない、あ、そういうこと、あ、そういう作戦かね、これ、もしかして、そういう作戦、うん、入れ込まないように連投重ねて、そういう作戦、馬主としては結構きついけどね、うん、馬主としては結構きついんだけどね、そうそうそう、うん、あれ、現地行かないでどうして、あのね、現地行ってしまうと、このあとちょっと工場戻れないってことで、そうなりましたっていうね、そうそうそう、うん、しーちゃうわ、なんでやねん、そういう流れだったよ、今、そういう流れだったよね、今ね、そうそうそう、うん、え、ジャパンまたレース語る、いや、それはあるかも、あ、ちょもうちょっと大きくしていい、これ、もう大きくしていい、これ、ジャパン来るから、おう。マジで、そう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 、うん、大学出るとバカになるんかな、そういうやつ多いよな、あー、あるあるある、そうそうそう、うん、今日ジャパン終わったら馬券、いやー、でもね、俺、ジャパンが勝ったらやる、うん、それは、うん、前もね、だからブレス負けたってやったんだけど、やっぱりね、もうなんか、いやー、でもな、ブレスって言って、お前、いつまでブレスのこと言ってんだよ、それは言うよな、みたいなね、終わった後なんだから、レース、そうそうそう、だから、そこはもうちょっとね、あまりにも不甲斐ない成績だったら、普通に反省会して、まあ終わり、うん、で、俺もしこって寝る、うん、あ、来た、ちょっと待って、来た、みなし。まあ、ちょっとね早く止まってしまうというレース続いてますが、うん、マイナス1キロ、そうですね、なんかね、ゴール前あとまあね一波乱のところでこう止まるんですよね、うんうん、そこただ点のスピードとかね、その、うん、このクラスでのそのスピード、うんうん、潜在的なスピードの評価からすれば、うん、ここで踏ん張りが効けるはずなんですけどね、うん、ほら聞いたかみんな、ちょっと細いぐらいまあすっきり仕上がってますから、ね、お聞いたかこれ、ちょっとこの番です、バカ野郎マジで、ちょっとこれ許さない、ちょ聞いたみんな、このスピード、このスピード、このスピード、いいですか、このスピード、ただ止まるよねっていう、おう聞いたみんな、お聞いたみんな、これ、評価、な、評価高いな、聞いたかみんな、このクラスなんていうのは、ほんと、あ、馬主冥利に尽きる、馬主冥利に尽きる、これ、おう聞いたかみんな、マジで、おう、このスピード、このクラスでは、ありえないくらいなんですけど、みたいなみたいなみたいな。聞いたこれ。マジで。途中で聞こえなくなった。聞いとけよ、そこ。聞いとけよ、マジで。え、他が弱い。そら弱いよ、だから。おう。それ分かってますよ。そうそうそう。おう。だから、このクラスやれるんだって。おう、マジで。おう。本当に。だから、途中までに止まるよねっていう。うん。分かって、知ってる、知ってるみたいなね。そうそう。てか、残りチャンというか、残り、まあ、4波ぐらい止まってるよねっていうね。そうそう。うん。毎回同じような評価。あ、そうなの？いや、俺初めて聞いた。おう。いや、こんな評価でもね、あんま受けたことないよ。うん。結構褒められたよね。そう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 。うん。いや、前回、張りがないって言われた。そうそう、張りがないって。そうそう。うん。え？そんなこと言って言ってただろう、だから。言って、な、動画プロ言ってたよね。動画プロに聞いてみよう、後で。動画プロがちゃんとやってくれるから、そこ。そうそうそう。うん。3コーナーまで終わってるけど。そう。3コーナーの 1.2 メートルの坂で止まるんだよ。で、その下りで、お釣りで走って、直線で、まあ、歩くっていう。そういうレースがね、繰り返されてます。はい、そうそう。うん。潜在能力は、ある的な、そうそう。だ、そう。それがね、やっぱ本当嬉しい。うん。あとは、それが生きる距離ってなんだろう。1230でしょ、みたいな。そういうことやんな。うん。だ、本当俺ら考えてることね、まさに今、オンラインみたいな。うん。あるんだよ、だから。うん。あるんだ。ちょっと待って、こっからちょっと注目ば聞いていこう。うん。マジで。え、しんちゃんの声、声どうした？声どうした？うん。ハートランドでいい？いや、格はそうですね。ただ、シーツ勝ってるんだもんだって。うん。反則だよな、だってそれ。うん。シーツ勝ってるんだったら、シーツでやれよって、せめてな。そうそうそう。うん。仕込みで自演か。どういうことなんだから。どういうこと？今、何の話やねん、これ。そうそうそう。うん。残りチャラに止まるって高評価だとは思った。そうだな。そう。あ、ちょっと、これ、ちょっと聞こう。うん。私はね、久々ですけどね。うん。馬体の子もまあ見た感じでは、うん、ほぼ太めなく仕上がってるこの4番のハートの、うん、あーやっぱそっちか、久々ですがいきなりからそっちか、そうですね、まあ2月に、ね、まあなあ、まあ、うん、これなんで休んだんだろう、これ勝ち時計がね、うん、まあ、早いですよね、はい、なあ、まあそれは認めるわ、スピード的にやっぱりこの方がちょっと1枚上じゃないかなと見てる、ね、うん、マジか、はい、まあそれはな、いきなり動ければね、ハートランドベスト本命入りました、これどうなんだろう、これ相手はね1番ですね、今日、うん、これ1番だって、これもね、すっきり見せるし、はい、うん、元気だよね、確かに一番、俺もね、高評価、今日はね、気合が乗ってますよね、気合乗ってるね、今日は変わりそうな雰囲気なんですね、2番はこんなね、そう、1番と比べるとね、うん、それとも外枠8枠2頭ですね、そうそうそう、これルビーと8枠2頭って、ね、9番10番、そうそうそう、高級組だからね、まあ、ここじゃないんですかね、この1枠4枠8枠2頭、うんうん、はい、あとは、ね、あとはもう一頭、もう一声、もう一声、もう一声、前回で変わってくれるのかなと見てたんですけど、ちょっ
もう一回。もう一回。そうですね。もう一回。となるともう4頭に絞ってと。もう一回。もう一回。それ、まあ、他に。もう一回。下がるとすれば、まあ、やっぱり7番のスリージャパンになるジャパン。ほら。ちょっと待ってよ。ほら。聞いたみんな。ほら。あるだけにというところで。ほら。はい、聞いたこれもートランドベスト。ちょっとね、言ったら何で、どこが自演だよ今。俺が喋ったかだから。ちょっとしし。もう一頭高級馬10番、クールペガサスに4番手の評価。そして、ま、7番のスマイルジャパン。へいしょへいしょほら、そういうこと。そうですね。そういうこと。1レース分かってる、分かってる、このおっちゃん分かってる、もう褒めて使わす、馬主としてね、もう代表馬主を代表して、本当、褒めて使わす、これはいいね、これはいい、マジで、マップの解説者にいくらだったの、3万9000払うか、そんなもん、払うわけないだろ、そんなもん、そうそう、そう、自演じゃない、どう考えても自演だろ、これ、自演じゃないだろ、これ、どこだね、うるさくて聞こえんって、ボリュームをこうなんかやったらいいだろうかっていうね、これ、4は休み明けで、まあね、4は休み明けだけど、質化ってるからね。要はムービーも同じクラスなんだよ。そう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 。あ、てか、であればムービーもこれ何 ?C3 走るわけこれ。まあでも休み期間が違うか。休み期間が違うかこれ。そう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 。え、お前いくら払ったんだ、払ってないか。この人たちを見てるんだ。いや、見てないよだ。どんな人たちやんだ。あ、ちょっと待って、これ、ジャパン。うん。いいよね。いいよね、これ。うん。いいよねこれ本当に。おいいよねこれ。ちょっとなんか気合乗ってきたわ。しかも周回を重ねたことに気合が乗ってきた。おお、いいよねこれやっぱりマジで。そうそうそう。前のトップガンとか。聞こえないか、これもちょっと聞こえないから、静かとは。うん、静かに立った。うん、オッケーオッケーってことでね。そうそうそう。うん、あ、ちょっと来た、吉村さん、吉村さん頼ます。吉村、あ、来た吉村さん、これ吉村さん頼ます、お願いします。吉村さんねえ、ジャパン、ほんと、長距離もつけてもらってますよねっていうね、そうそう。うん。聞こえながら黙れって何か言ってんだよ。死ねはないよね。死ねはない。いや、興奮するだろ、だって。興奮する。いいじゃん、もうなんか終わってんだから解説はな。今、しょうもない話してる、しょうもない話を。そうそうそう。うん。よし、ジャパンにちょっとね、ちょっとまたがるとこ見たい。あ、嫌がってる、ジャパン、嫌がってる、ジャパン、あ、嫌がってる、今、ジャパン。めっちゃ嫌がった。うん。あ、めっちゃ嫌がってる、ジャパン。どうした、どうした、ジャパン。お、右行った、右行った。どこ行った、どこ行った、吉村さん見て嫌がった。どうした、ジャパンどうした、なんか最近もうすごい臆病なんだよ。おう、俺が言ってもあんな感じになる。おう、俺が言ってもあんな感じなんだよ。そうそうそう。おう、リアルになるな、これ。いや、本当に。マジで。ちょっと今の、吉村さん乗ろうとしたところを見て、ちょっと不安になったけど。おう、マジで。そう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 。おう、え、吉村昨日見事に逃げて。マジで。あるの本当に。そうそう。おう、いい加減吉村の勝率下げるのやめて。だから、いいよねって言ったら、吉村さんは橋本記者所属なんだから、そこ。おう、なんとか片付けてみんな頑張ってんだから、そこ。おう、そうそう。もう走りたくない。いや、それはね、わかりません。うん、否定もできないし、肯定もできないっていうね。そうそうそう。うん、でもジャパン、どうなったのかな、今。うん、気になるけどね、どうなったんだろう、大丈夫かな。うん、どうなった、ジャパンどこ行った、これ。うん、いない。え、心配、ちょっと大丈夫かな、ちゃんと乗ってる。お、引いた引いた。ジャパンどこだ、どこ、いない、あれ、どこ行った。本番は入場。本番は入場ね。うん。本番は入場だ。ちょっと待とう。うん。ちょっと待とう。うん。先入れ。いや、先入れというか、そもそも乗れてなかった。うん。いや、競争取り消し、いや、そこまでひどくないと思うけど。うん。どうなんだろう。これちょっと心配。マジで。あ、大丈夫かな、これ、429キロマイナス1。うん。ちょっと心配。マジで。逃走？逃げた？逃げた？仙台市向かってる？マジで？え、どうしようかな、え、ちょっとちゃんと開始ね、ちょっと見よう、開始。うん、大丈夫かな、あんまここでね、体力消耗したら意味ないからね。うん、そう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 、すげえ心配。うん、え、ノイズ治った、え、ノイズ出てたの、ずっと。あ、そういうノイズ、なんかカサカサとかじゃなくて。うん、そうそうそう。うん、おめえありがとうってことね。そうそうそう。うん、今マンションの1階にいるよ。早いな、早いな、そのスピードがあったらね、もう余裕で G1 勝てますよってね。そうそう。うん、大丈夫かな、気になる。うん、大丈夫かな、そっちが気になるわ、マジで。そうそうそう。うん、先出しじゃない、わかんない。うん、てかもうほとんど出てたからね、あの時には。そう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 。うん、てか乗れてなかった、そもそも。うん、大丈夫かな、え、送別会のために早退、それ俺じゃん。うん、そうそう。え、取り消して手当てとかどうなん、出ません、あの、取り消しは出ません。はい、そう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 。うん、中出し、下ネタですかっていうね。そうそう。うん、カツオ出し、ね、本出しみたいなね。そうそう。中出し、下ネタですかっていうね。そうそう。昆布出し、ね、本出し言ってね。そうそう。どうなんだよ、これ。どうなるんだよ、これ、マジで。
じゃあこれちょっともうジャパン大丈夫かな、あんまりねそういう感じで消耗するのはすごい損なんだけど、ほんとね落ち着いてほしい。最近ジャパンそうなんだよ、なんかすごい警戒心がね高くなったマジで。すげえ心配。仲はいやいや、ほんとかいほんとかいみたいなね。ハゲだし、それ俺じゃん、それ俺じゃん。あ、ジャパンどこ、あ、ジャパン右折、これでしょジャパン、違うか、あ、違うわ、違う、吉村さんじゃない、どれ、違う、もう出たかな、どれだろう、あれジャパンどこだ、もう行ったかな、もう行ったかなこれ、ジャパン、おー、待って、放送してるか、見てんの見てんのってね、もう戻っちゃったっていう、どこ行ったんだろう、どこ行ったんだろう、ちょっと一応音上げるか、我らがジャパンちょっと頑張ってるから今、ちょっと音上げよう、ハーブティー飲ませようぜ、薬物引っかかっちゃう、引っかかるよ、引っかかるよそれ、なんかいろんな薬物で引っかかるわ、なんか5脱法ハーブとあとカフェインで引っかかるわ、ハゲダッシュはよ、できるか、だから家だから今、家だから、こいつなぁ、これ強敵、これ強敵、マジで。女を舐めんなよ、鴨宮君ね、減量取れてるから、そんなにもう怖くなくなった、そういう意味ではね、そうそう、あっ、ジャパンいた、ジャパンいたよ、もう行ってた、もう早めに行ったんだね、そうそう、先出し先出し、クラス上がらないと1230のレース少ないのか、その通り、C3 で1230は月に1回しかないの、はい、シーズン上がれば隔週である、だからやっぱそれ狙いたいよね、ベストの距離というのであれば、そう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 、いたね、いた、ダッポーハーブティー、だからそういうことかなと思って、そうそうそう、先出しだった、そうなんだけど、なんかね、すごい嫌がってた、乗るの、吉村さんが渡るの嫌がったから、それがすごい気になって、大丈夫かな、そうそうそう、今来たよ、1時間何やったん、トークです。はい、もう本当、あと喧嘩、マジで、もう本当ね、分からず屋が多くて、ならず者の分からず屋が多くて、どうにかな、どうかしてよな、マジな、そうそうそう、田中が今がチャンス、まあ、ジョッキーがね、そう手薄なところはチャンスですね、そうそうそう、だから、本当頑張ってほしい、本当頑張ってほしい、マジで、いやー、ちょっと、ややもだって、ちょうどいいよね、これね、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、これ、そうそう、くだらない話、言うな、言うな、それを、そう、新次郎、作りません。はい、作りませんっていうね、そうそう、鳴らすものですみません、いや、動画プロは本当にいい人です、はい、ちゃんとね、記録をね、みんなのために撮ってくれてと、そう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 、もう本当、大丈夫かな、ジャパン、変な消耗してなくないこれ、もうちょっと、間取りになったらね、見えないから、そこはちょっとどうにもならんのだけど、そうそうそう、うん、うわー、頑張ってほしいな、緊張する、マジで、そうそうそう、足らない話かアーカイブなくていいな、もういや別に興味なかったらいいですよ、本当にもうね、そうやってねジャパンのことをねバカにする人はね本当許さないです、マジで、もう本当、もうここはもうジャパンの囲いでいいですから、はい、囲いだけでいいです、ジャパンの囲い中の集まりでいいです、はい、そうそうそう、で実況席解説は大坪元夫さんです、本当に大坪元夫さん、何もうその中に転身、マジで、そうそうそう、頭皮状態ややハゲ、それ俺じゃん、それ俺じゃん、だからちょっと、うどん、いやまだ食ってない、うどんまだ食ってない、そうそうそう、消耗おでこだけにしてよね、可愛く言ってもね、ひどいこと言ってよね、君ね、そうそう、ああこれね、ちょっとね、小谷くん、小谷修平くんね、結構乗れてるよね、俺評価高い、この子はね、特にうちがしっかり伸びるババだと経済コストってうまいよね、結構ね、穴開けますよ、そうそう、5番人気、あ、上がってきたね、上がってきた、上がってきた、そうそう、まあ人気関係ないんだけどね、そうそうそう、どうせまたダメ。出たこれ。もう、君は本当見なくていいです。はい。そうやってね、もう、これからジャパンが一生懸命走ろうとしてるときに、先に諦める人はもう見なくていいです。はい。もう来なくていいよ、本当に。そうそうそう。お前のことをバカにしているんだけど、俺のことは別にバカにしてもいいですよ。それは構いません。ただ、うちの馬のことをバカにするやつは絶対に許さない。マジで。ここから一生懸命走ろうとしてるこの馬をバカにするやつは絶対に許さない。マジで。そうそう。ジャパンはバカにしないけど、松野はバカだと思う。それは否定はしません。はい。否定はできない部分もあります。だからそこはいいんだけど、うちの馬はバカにしないでって、これから走るのにもう負けみたい、もうダメだ。いうやつは本当もう来なくていいです。はい。そうそう。園田行ったことないから連れて行ってください。全然行くよ。全然。まあ、できれば、ちょっと女性に限るっていうところあるんですけどね。まあ、どうでしょうかっていう。はい。そうそう。よし。マジ頑張ってほしい。あ、どこ行ったジャパン。あ、来た。これ。あ、来た。よし。いえ。今日もね、スタート頑張って決めればな、ジャパン。スタートピシャッと決めてね。評価は高かった、マジで。そうそうそう。レッドの悪口はいいの？それは全然いいです。はい。レッドはもう全然悪口いいし、食ってもいいです。はい。早くむしろ引退してほしいと思ってます。はい。そうそうそう。よし、頑張れよ、ジャパン。まあ、バカにしないけど、お前は大バカでハゲでどうしようもない、生まれてきてごめんなさい。それは、だから否定はできないって言ってるでしょ、だから。それは、でも、そこまで言わなくてもいいよねっていう感じもしてます。どうでしょう、それは。はい、そうそう。今日はゴール前まで粘ってほしい。ほんと。その距離が、もうね、
もう一ハロンでもね、半ハロンでも伸びてほしいなと本当思う。お見せ場を作ってほしいね。そうそうそう。おうもうジャパン、あとはスタートね、やっぱその武器であるスタートは 100% 決めてほしいと、うん、いうことだよ本当に。そうそう、うん、1番よりジャパンの方がいいよ本当に本当に。おうまあ4番ね結構強敵だと思うけど、うん、いや頑張ってほしい。おうでもこの1個上のクラスでね本当にねちゃんと花切って頑張ったから、おうあとはそこの楽逃げが今回のができると思うんだけどな。おうマジでそうそうそうな、ジャパンね頑張ってほしい。うんジャパン1着だったよ、騎士はいなかったけど未来人んー喜べない。おーそれ失格ですよねっていうね。そうそう、うん、コーチ始まるのにそうそう黙ってボリュームだから何回言わせるんですよね。パソコンのボリュームを変えたらいいんだろうかっていうね。そうそうそう、6764枚多い1列だよ、あー頑張ってってことよね。そうそうそう、うん、今6番人気、あー全然いい。もうね人気はこの際いい。おーもうこれはもうみんなのね、また馬券に貢献できればなおいいんだけども、そうそうそう、おーもうそこはね気にしない。うんむしろジャパンがね力を出し切ってくれて、うんよりね早いタイムで戻ってきてくれたらそれが一番かなと、うん、思ってます。はいね、いい着順でね。そう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 、うん、いやー緊張してきたな、あー緊張してきた。おう音大丈夫、これ音みんな聞こえてる、これ。おうもうちょっと大きい方がいいのかな、これ。あ小さいじゃんこれ、もっと大きくしようこれ。おうこんなもん、あれめっちゃ小さいなこれ、もうちっちゃくねこれ、なんかこれちっちゃくねなんか、おうこれめっちゃちっちゃくねこれ。おう俺なんてこんなちっちゃいんだっけ、俺なんか設定変えたっけな、これちっちゃくねなんか、みんなこれちっちゃいよねこれね、俺なんでこんなちっちゃいんだこれ、なんかいじったこれ、なんかめっちゃちっちゃいんだけど、なんか XP とこれ設定変わったこれ。おーマジスタートほんと肝心、スタート肝心。おーえ聞こえる本当に、えだって全然メーター出てないんだけど、俺のなんか声ばっかり出てるよこれ。おーマジで、そうそう、普通普通これ普通マジで。松の声うるさい。ボリュームだから、それは。もううまく変えてっていうね。そうそう。うん、スマイルジャパン、今回22度目の出走、ここまで02188。そうですね。うん。で、この2着2回っていうのは、このクラスでの成績です。はい。やっぱその上に行くと、まあ、厳しいよね。それは認める。うん、だから、このクラスでこそ、まあ、頑張ってほしいなと、うん、いうことね。そうそうそう。うん。松のチンコと同じで、ちっちゃい、ちっちゃい、バカ野郎、ほんとに。どっちの音だから。え、それ、だから、これあれでしょ、実況でしょ、うん、実況じゃあちょっとね、まあ直線大きくするわ、マジで。元ボリュームマックスにするから。うん、そうそうそう。うん、記念馬券買わない。いや、記念馬券は現地だからね。うん、なんかここで、ね、楽天で買ってもね、何もあと残らないから。はい、そうそうそう。うん、ね、締め切り前。うん、みんな急いで。うん、馬券買ってねっていうね、そうそうそう。うん。おでん、ちょ、非通知でちょっと電話が今かかってきたんだけど、誰ですかっていうね、そうそうそう。うん久々にジャパンから、本当にそれあるよマジで、ちょっとそれ握りしめてねっていうね。そうそうそう、うん、勝ち目ゼロではないので単勝100になかった、それでいい。うん、俺も確かにね、勝ち目 100% とは言わない、うん、ただゼロじゃないってことだけはちゃんと分かってっていう。うん、そもそもレース前はね、そうそうそう、うん、ジャパン移籍した方がいいよって言って、移籍先が、うん、そうそう、移籍先がないよねっていうね。そうそう、うん、5万人気ね。うん、あちょ締め切りってことで来たね。よしマジちょっと応援してくれよみんな、ジャパン一生懸命頑張るから。よし、スタート決めてな、ジャパン頑張ろうな。おう投票を締め切りました、来るぞ、ご投票頑張ろうな本当に。おうジャパン、よし発送までしばらくお待ちください。よし、オツパーク、あオツパークね、黒三角ね、そう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 。おうよし来た、前田君、はい、前田君今日残業してくれないか、今日残業してくれないか、無理です、その金ですし、その金、はい、その金、てってれーてってれーてってれー、うわーちょっと今日だよこれマジでね、ちょっとみんなこれポスターポスターね、ちょっとその気に来てよねっていうね。そう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 、うん、俺も今日は買わなかった、買わない、まあそれもいいよ、それもいい、ただ応援はしてくれと、うん、応援はしてくれというふうに思います。はい、ちょっとうん、待ってよ、これ CM 代もらったの俺出てないじゃん、それあの部長俺じゃないからだからね、その金あれ俺じゃないからだから、もうそろそろ分かってよねっていうね、マジで。そう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 、よしよし来るぞ、あー頼む本当にマジで。そうそうそう、うん、覚えんな本当な、君は覚えんなーっていうね。そうそうそう、うん、ね、玉金ないか、なんで下ネタやねんだから、その金だって言ってるだろその金って。そうそうそう、それでは2レース馬体重頑張るぞマジで。うん、マイカ君お腹が痛いので状態、それ俺じゃんだから、もうそれ俺じゃんマジで。そうそうそう、ジャニュインはサボり、もう癖が強いな、ジャニュインってのはジェニュインです、どうぞよろしくお願いしますけどね。そうそうそう、あー来る来る来るマジで。うん、その金売り上げ最低、ほんと最低ね、どうなってんのかしらっていうね。そうそう、よしちょっと音聞くよ、音聞くぞ。うん、7番宮島美香、あ、でかすぎるこれ、これでかすぎるな、ごめん、ちょっとでかすぎた。8番デスケータイガー、こんなもんか、6キロ、こんなもんか、9番鶴姫、こんなもんやな、こんなもんやな、
こんなもんやな。うん。こんなもんやな。そうそう。うん、そうそう、メール来ますね。どういうことっていうね。あ、メール、俺の着信音で来たね。そうそう。うん。もくる、もくる。あ、やばい、来た。やばい、緊張する。やばい、緊張する。来るぞ。ジャパン頑張ってくれ。ジャパン頑張って。ジャパン頑張って。あ、来た。よし。草田大天井。来た。来る。来るぞ。来た。よし。よし、来た。頼むぞ、ジャパン。頑張って。スタート決めてね、スタート。あ、もう入ってる。もう入ってる、ジャパン。もう、もう、なってるからだから。なって、もうパケット代、これ。メール分かったから、もう、メールもなった、メールも。おう、松のメールって、いや、メールも本当に来てた。おう、今。おう、分かったからだから。おう、よし、頼むぞ、ジャパン。うん。これね、これ。これ。うん。スタート決めてくれよ。おう。一の足二の足はもう手下一品、天下一品、このクラスは全然ない。うん。鼻を楽に切らしてくれ。鼻を楽に切らして。ジェットのゲート入りが終わりました。鼻を楽に切らして。完了です。スタート。スタートしました。よし、決めた。よし、ええぞ。先行争いです。よしよしよし、ええぞ。中から一番の大勢帝王ですが、中から五番女を舐めんな。よしよしよし、ええぞ。女を舐めんように行かせません。女を舐めんように先に行かせません。ジャパンが行きます。ジャパンが行きます。はい、あなたは深いところに溜まってなさい。よし、勝った。よし、いけるぞ。よし、いける。いいとこ取った。いいとこ取った。うん。ええぞ。あとは六番マス。今日も花消えた。今日も花消えた。頑張って持ってくれよ。頑張れ、持って、ジャパン頑張れ。そうそう、スーッと楽に楽にね、楽に楽にね、そうそう、楽に。いいね、吉村、吉村さん最高。吉村さん最高。よし、どうぞ。よし、どうぞ。いいね、いいね。あー、10番一発強いな。10番一発強い。10番一発強い。厳しい流れになっちゃう。あー、10番一発強い。頑張れよ、頑張れよ。頑張れよ。よし、よし。いよいよ。ゆっくりゆっくり、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 ゆっくりゆっくりね、ゆっくりね。ゆっくりね、ゆっくりね、ゆっくりゆっくり、ここから、ここから、ここから勝負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 、あれ、ジャパンがなんかちょっといってる、頑張ってる、頑張ってるよ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 、これ、まだ頑張ってるよ、おい、頑張ってるよ、みんな、ああ、しょうがなくいった、頑張れ、頑張れ、ジャパン、よし、いいよ、ジャパン、よし、いけるぞ、ジャパン、頑張れ、頑張れ、ジャパン、頑張れ、頑張れ、頑張れ、ジャパン、頑張れ、頑張れ、ジャパン、頑張れ、ジャパン、頑張れ、やったー、やったぞー、やった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 ー、いけてない、現地に行けてない、俺、現地に行けてない、俺、現地に行けてない、俺、やったジャパン、やった、やったジャパン、よくやった、よくやった、俺いけてない、俺いけてない、俺いけ、ジャパンよく頑張って、内から伸びたのは一番大勢帝王、ジャパンよく頑張って、三頭が広がっていました。よかった。九番クールペガサス、外は九番コーエルビー。よかった。大勢帝王、二着争い三頭もう大接戦です。しかしこれを尻に突き抜けた七番のスマイルジャパン。一レース波乱の幕となりました。ジャパンよく頑張った本当に。さあ二着争い。ジャパンよく頑張った本当に。他に中十番クールその後は9番コーエルビーと1番大成帝王、俺なんで言ってないんや、俺なんで言ってない、その後2番の希望の翼、ジャパンの初めて俺行くって言ったのに、あとは5番4番3番6番と候補に1レースは7番、よくやったジャパン、ボーラー33歳牝馬の逃げ切り勝ち、よくやったジャパン、今着順が上がりません、10番と9番、最高、この3頭の2着から最高、これ全レースお買い求めいただきました、勝ち馬投票権はもう確定するまでは、よかよ頑張ったジャパン、本当によかった本当に、もうやった、最高、ありがとうみんな、応援してくれた人ありがとう、ジャパンやったよ、とうとうジャパンやった、3連覇出した、そうだよ橋本厩舎のお前見たか、ほんと底力を、電話していい、電話していい、俺ちょっと橋本、もうこれ電話していい、俺ちょっと
これもちょっと、ちょっと後にしよう、もう。もうちょっと、俺を言わなきゃ、これ。マジで。今から行きたい。もうなんで俺行かなかったんや。なんで俺行かなかったんや、だから。なんで俺行ってないんや、だから。なんで俺、もう、あ、もう、でもそうだ。あ、でももう無理だ。遅かった。これ、ちょっと写真撮ってもらうようにお願い。あ、もう間に合うか。ちょ写真を撮ってもらおうと思ったんだけど。あ、ちょ、来た。あ、来た。もしもし。リードが3馬身あります。やりました。ありがとうございます。僕も見てました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にありがとうございます。もうちょっと泣きそうになりました。そして2番手内ありがとうございます。そうなん、また僕が引けなくてもっと。あ、田崎さん、写真撮っていただけますか。ありがとうございます。はい。2枚ほど撮っていただけると。はい。すいません、お願いします。本当ありがとうございます。はい。ありがとうございます。本当に。はい。ありがとうございます。はい、どうもです。お願いします。やった、写真撮ってくれるって。写真撮ってくれって。俺はいないけどね。俺は右上だけど。マジで。うん。俺は右上だけど、右上のなんか休んだ、風で休んだし、そういう写真だけど、写真撮ってくれるって、マジで。うん。見たかよ、マジで。バッカ、本当に。誰だよ、ジャパン食うってやつ。出てこいよ、本当に。やったね。やったね、マジで。うん。ほんとに。ほんと。よし。もう、やったやったぞ、みんなジャパンがやったぞ馬券取った人もおめでとう。やったやったなんか続々と、続々とメールが、ジャピオン勝つとは思わなかったわ。井上プロに馬券取った。それはわかりません。それはわかりません。はい。おめ、ありがとうっていうね、おめっていうメールを来ました。てか、書いてくださいみたいな。あ、飯田先生からも、飯田先生からも、見事な逃げ切りでしたっていう。飯田先生からもメール来た。うん。ありがとうございますっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。また、僕がいない時でした。僕が、行ってない時でした。ない時でした。僕が行ってない時でした。泣く、泣くみたいな。うん。いう感じで、ちょっと、飯田先生もおめでとうって言ってくれた。うん。もうやべえ、ちょっと今日本当に。やべえ、マジで。やべえ、言ったろうだから、怒りの3連投。言ったろう、これ。おう。ほんと、みんなな、どうだよ。俺今日冒頭言ったよな。あんだけ怒ったよな、ちょっと。みんな。なんか良くないか、この応援してたお前が勝つってこと。良くないか、これ。マジで。おう。飯田先生。いや、うちの馬も預かってくれてるからね。うん。預かってくれてるから。飯田先生も見てくれてるんだ、ちゃんと、俺の馬を。そう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 。え？いや、ほんと現地競馬か。それはね、その通り。ああ！なんで俺現地行ってないんや、だから。もう、もう、第一レースはスマイルジャパン。なんでやなんで俺行くべきだよな、ほんとに。もう、くそー。くそー。うるさいよ、そして。4番がもうちょっと前かなと。あ、ちょっと何コメント、コメント。うん。おスマイルジャパンの逃げがね、はい、まあ今日3連投だったんですが、まあ連投されてちょっとこうスイッチが入ったというところがあったかもしれない。そうよ、そうよ。ランの結果と終わりました。さあ2レースどうなるでしょうか。出走メンバーまずはご紹介いたします。バカやろマジで。舐めてたやつ見たか本当にマジで。おお、仕事行ってたら見てすらいなかったわけだし、まあまあそう愛の子やな愛の子。中間層中間層。おお、そうそう。神回を俺の例の個人情報でアーカイブなくして。ください。もうほんとやめて。もうほんと、これ録画できてるよね、これ。それとか心配なんで、まあでも、最低でもほんとね、動画プロがちゃんとやってくれてると思う。うん。動画プロがちゃんとね、素晴らしい記録を残してくれると思うから、俺もそれ、悔い。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいんですけど、ほんとに。おぉ。で、今度はしんちゃんの目の前で勝たせてあげた。ほんとな。ほんとな。ジャパン覚醒した、マジで。お待たせ、みんな。お待たせ。うん。マジで、え、波乱だってよ。それは波乱だよ。おう、それは波乱、それは分かってるよ。おう、でも、勝ちは勝ちだから。おう、やった、やっとジャパンも勝った。ジャパンも勝てた。ジャパンも勝った、本当に。これは素直におめでとう。ありがとう。ありがとう。本当、やっとジャパンも勝ったよ、みんな。これで全員勝った。
全員勝った。うん、全員勝ったよマジで。そうそう、勝った時のようなエンディング用意した。用意してない。今日どうしよう、俺こっちもマジ行きたくないんだけど、俺工場どうしようこれ。本当、あ、覚醒、これ本当にジャパンこっから、おう、マジで。だって最近な、ずっと逃げれてたじゃん、だって。おう、マジ、え、ジャパン体調大丈夫？いや、それはね、もう一回休めよ。もう次の1230まで休めよ。連勝行くか、連勝。マジで。おう、練習行くぞ、連勝。次 C3 のもう C3 の1230、もうビタリ行くから。おう、見た？これ多分ね、橋本厩舎じゃなきゃ絶対無理だと思う。おう、橋本厩舎じゃなきゃ絶対無理。だから俺はこだわったんです、そこに。おう、マジで。これ、俺の選択、合ってたよね、だからね。ジャパンをちゃんと橋本厩舎に残して、ブレスをね、飯田厩舎に行く。合ってたよね、馬主としてちゃんと働いたよ、マジで。おう、そうそう。うん。俺の木村クソガキがようやく聞いたら、どういうことなんだから、それ。どういう聞き方なんだ。まあ、でもいいわ。今日は許す。もう今日は全部許す、もう、マジで。おう。いやぁ。最高。最高だ。おう、最高だ、ほんと。これで1230楽しみになって。ほんと、俺、あんな、もう、いいよ、もう、今日はみんな、もう、みんな許す。もう今日は、もういいよ、今日は何、もう本当最高。おう、マジ、お、ちょ、見るか、これ見ようか、何これ、見ようか、ちょっとこれ、おう、クリック、おう、ちょっと見てみようか、おう、よし、ちょ、クリック、おう、ちょっと待って、ちょっと待って、おう、一回これ、ちょ、クリック、おう、ちょ、これ、ジャパンのせい、これもちょっとクリックしとこう、おう、一個一個ね、おう、これ、よし、ちょっとこれ、あっ、ちょ、これ、みんな見よう。私は知っている。俺パクリじゃんこれ、これ俺のパクリじゃんこれ。ちょっとパクリ元をさらすのやめてもらえませんかこれ、マジで。ちょ、パクリ元さらすのやめてもらえませんかこれ、ほんとどういうことやねんこれ、マジで。そう、いや今日はでも許す。ほんと普段だったらこれちょっと完全にぶち殺してますけど、今日は許す。ジェネ見ようかこれ、もう見ちゃおうか。今日はジャパン特集で行っていい、マジで。今日ジャパン特集で行っていい、マジで。うん、見ようか。うん、再生、これジャパン買うとこね。これジャパン買うとこね。これ全く取り込みができてないというこれね。もうみ書いて、もうジャパンおめでとうって書いてあげてこれ、みんな。ジャパンおめでとうって書いてあげてこれ。ちょっとごめん。黙るぞ。はい。ちょっと待って。これジャパン。あ、来た。これジャパン。2歳。頑張ったよ、ほんと。23戦目の奇跡。この馬そうなんだ、ついに勝ったんだよ。もうよくみんなついてきてくれた、ほんとここまでな。なんだかんだ言ってもやっとやったよ、ほんとに。やっとやったよ、ほんと。しかも1400で勝ったよ、1400で。やってやったぜマジで。こっから全部始まった、これがほんと始まりだよ。マジで。いやー、よし、やったよ。俺これジャパン。いや、それ多分俺のもう、ほんとよかった。通ってくれ、これ通ってくれ、そうなんだ、落とせジャパン。150、え、おいこになんか買ってやる。買うかこれ、ほんとにおいこに、おべべ買うかこれ。1400でちゃんと逃げ切ったぜっていう。誰マジで。これ頑張ったよなこれ、ほんとに。これだよね、マジで。言うな、バカ。これ名前を言うな、名前を。これ名前言う必要ないよねっていうね、いつも思うんだけど、これ名前言う人ないよねって、これ。え、大井松の木村には乗せなくていいか。いや、それはもう、厩舎の判断任せますよ。ほんと、吉村さん、ほんとよく乗ってくれた。あとは、もうほんと、1230。楽しみになったな、ほんとに。楽しみだった。え、諦めないことは大事。俺がね、ほんとに言い続けてきたこと、みんなに伝わったかな？伝わったら嬉しいな、俺は。伝わったら嬉しい、マジで。そうそう。え、画界に残し、いや、残すことは、残し、ってか、これはもちろん、シンバに行くんだから、マジで。ボーラは水分あると走るんだよ。なるほどね、軽いババの方がいいっていうね。そうそう。いやー、もうほんと、超嬉しいんですけど、マジ震えた。どうみんな、どうやった？これも見よう。これも見よう。ちょっとクリック。あ、ちょっと、待って。クリック。これも見よう。マジ震えた。どう？これ、2012年ベストレース。でかい。ちょっと待って。
でかいこれマジで、うん、えでなんでお前はここにいるの、それを言うなって本当に、それ言ったら終わりじゃんっていうこれ、いや俺もなんで俺ここにいんねんって思ってるよこれ、なんで俺ここにいんねんって思ってるよそれ、気づいてるよ、言うなそれを、それ言ったらさ息を止めて君を見つめてる、ウォーウォー君を抱きしめて、刺すなって言うねこれ、刺すなって言うね、これはもうちょっとこの時代終わったんだこれ、おうそうそう、え汚いとか言うなよ本当にマジで、汚いとか言うなよマジでこれ、そう汚いもちょっと見えた、いやもう今日は許すマジで、うん、いやもうほんとよかった、ジャパン勝った、でも俺見てね、俺いけてないんだよ、俺いけてないんだよマジで、そこそこっていうね、おうそこちょっと心残りっていうのが正直ありますっていうマジで、そうそうそう、おうえ馬券、いや馬券はまあちょっとね余韻に浸らしてくれよマジで、ちょっと余韻に、余韻っていうかレース見ない、もう一回ちょで、その伝説のレース見ないマジで、おうマジ、えやっぱりお前競馬場に行かない、言うなそれを、俺も進む、今確信にちょっとね変わりつつあるんだけど、そうそうそう、おうえちょリプレイしようよそこはマジで、うん、ちょっとねこんなめでたいのにちょっとこの馬券もいいんだけど、馬券ちょっとね SU 見ながらみんな買ったらいいと思うんだけど、ちょっと待ってよそれは、ちょっと待って、もうねごめんマジ俺ちょっとほんと涙が出たんだけど、涙がみんな出なかったか、涙とは言わないまでも、なんかそのねハートが揺れなかったかっていう、なんかおおそこよマジで、そうそうそう、ちょっと待ってよ、園田おーライブよし、これ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 、もうおこれもちょっとまずは9000というのが3頭、それから高級して2000目というのが3頭いまして、なんでこんなでかいんやこれ、なんでこんなでかいんやこれ、おーなんかもうボリュームがむちゃくちゃこれ、おーちょっと待ってよ、2歳でクリック、おーちょっと待ってよ、おーなんでこんなでかいんやこれ、おーそうそう、うん、時計は普通な、時計は普通、そうだけど1230、そう1230出れるし、かつおー勝つよ、おうこれ2連勝したら C2 だから、おうってことは1230バリ出れるから、おうちょっと見ようぜマジで、見ようぜマジで、見ようぜマジで、これちょっとみんなで、おうこれちょっと永久保存版な、もうこれ動画プロが撮ってくれた、もうそれ永久保存版、おうマジで、ふわーもうよかったマジで、ほんとちょっと見よう、みんなで見よう、おうえ何これ、へっ尻どっちこれ、おう高齢化誰がやねんっていうこれ、おうちょっとこれちょっと見よう、ちゃんと、おうよし、クリック。うん。よし。ちょ、クリック。うん。え、馬券外れてもらえ。泣くよな、普通泣くよな、これ。おぉ。いや、俺も、だから、これが俺、競馬の素晴らしさだと思うんだよ。おぉ。見ようぜ、みんなで。ちょっとこれ、ループする。これ、許さん、これ、ちょっとループさせる。うん。ちょっとループさせる。うん。ループどうやるん、これ。ループ、これか。うん。あ、ちょっとなんかずれた。ずれた。よし。うん。もうループ、今日、これ無限ループする。これもう嫌って言ってももうループさせる、これ。さらに4番ハートランドベスト。あとは6番マスアンドラといきました。このぐらいでいこうか。このぐらいでいこうか。このぐらいでいこうか。このぐらいこのぐらいこのぐらいか。このぐらい。このぐらいな。よし、このぐらいでいこう。見てこれこれ。要はね、まあ、要はシーツ高級組とやって、普通に逃げれてたんだよね、これ。おう、マジ。吉村さん、ほんとよく乗ってくれた。ほんとよく、やっぱね、よくわかってんだよ、ジャパンのこと。ジャパンのことほんとよくわかってる。おう、え、女を舐めんなよに処理。そういうことな。女を舐めんなよ。舐めんなよってむしろ言ってあげたいみたいなね。そういうことや、マジで。そう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 。おう、そう。こっから、ね、あれって思ったよね、これみんな。話してんの。あれっていう。おうだから分かる、言ったろ、怒りの3連投、理由がちゃんとあるんだって、マジで、おうこれ、いい手応えなんだ、これ、おうでちょっと片道、パンと入って、おう頑張ったジャパン、おうでここから来て、おうここから粘る、おうほら、3馬身開いて、おうほら、どうよ、これ。はぁ、あ、もう最高これ、どうよこれ、
これマジで、おお、ここで話したのが別の、本当だよ、別の間じゃ、別の間じゃないよねこれ。ちょっとそこやめてよ本当に。実は別の間でした。ないよねそれ、マジで。そうそうそう、おお、え、もうちょっと吉村、いやこれ本当、いやこれ本当俺に行こう。今週はちょっと俺に行く、マジで。これ俺に行くべきだよねこれね、ちゃんと橋本球者に。そう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 、いつものポジションにいない松野。本当ね、もうそれはすまん、本当。それはすまんかった、俺が悪い、それは。うん、そう認める。だってさ、だってさ、だってさ、俺だって行きたかったんだよ。おお、マジで。おお、え、これも、み、ちょ、なにこれ、クイック。うん。なにこれ、お、なにこれ。なんといいキャプチャー、これ。ありがとう、こういうのいい、こういうの。ちょっと待ってよ、これ。これクールペガサス一番人気をこれ2着に抑えて、これ一体どうす、みんな見たこれ、おい、ちょっと1って書いてあるんだけど、これ幻じゃないの、夢じゃないよねこれ。スマイルジャパン1って書いて夢じゃないよねこれ。おお、マジで。え、うちがいいみたいな、うちはいいね今日ね。うん、うちがやっぱりね、ちょっと空いてるからね。そうそう、干渉、干渉、完全な干渉。おお、マジで、たまんねえ。超気持ちいい。超気持ち、どこまで粘れるか、は、粘り切るんですけど、みたいな、これ。おお。見てよ、これ。片持ち、スパンと入って。おお。ずっといって、これ。たまんないね。たまんない。上がり42秒1。まあね、決していいとは言わない。でも、勝ちは勝ちだから、これ。うん。勝ちは勝ち。うん。嬉しいね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 、これ。うん。え、下にスクロールしなさい。あ、下にスクロール？うん。下ね。うん。あ、単勝2060円ね。これ。うん。3連単28,690円。うん。スマイルジャパン、橋本忠夫厩舎。ね。名勝ボラ、ピュアチャイム。どこよ、これ。出た！出た、これ。ちょ、みんな知ってる、この人。これ知ってる、この人、この馬主。これ知ってる、これ、みんな。これ。これ、久々なんだけど、これ、マジで。これ知ってる、これ、マジで。おう、え？誰？俺、マジで。俺、いや、探して、ここは。むしろ、知らない。動画プロ、ちょっと。動画プロ、ちょっと。これ。あとは6番ちょっとこれもうジャパンご褒美なの本当に。おお、マジでこれスマイルジャパン、ヒンバ、青影、父名勝ボラ、ハッピアチャイム、ハーツスラクラ爆心王、橋本忠夫厩舎、馬主、松戸 CG、参上使わせました。見たねみたいなね、そうそうそう、頑張ってよ、3月30日、これジャパンとムービー一緒の誕生日だからね、これ、そうそうそう、この馬主、不合なんで、もうちょっと不合になっちゃうかも、これ、このまま俺バブリーになっちゃう、これ、そうそうそう、去年のムービーの2勝未来の、そう、去年のムービーの2連勝以来の勝利。長かったよ。確かにみんなの言う通りな、これ福山に行く選択肢もあったかもしれない。俺は我慢したね。俺はやっぱりそのだね、ジャパンが橋本球場で頑張るとか見たかったんだよ、だから。おう。ほんと長かったな、みんな。おう。粘ったよ、ほんとに。頑張ったよな、ほんとに俺ら。おう。ほんとよく頑張ったよ、みんな。ジャパンも頑張った。この様子を想像できたか？みんな、俺は想像してた。やっぱこれを夢見てた。おう。この日を夢見てたよ。はぁ、最高。マジで。よし、大連行こう。ドキドキって言うで、これ。うん、そう。長かったな、これ。これ、ウィニングラン。これ。もう、言葉が出ないよ。言葉が出ないよ、本当に。マジで。おお、本当、いや、正直勝てるとは思うのよ。ごめん、それ言っていい？俺もね、そんなにやっぱり、そこまでとは、正直ね、やれると思ったよ、このクラスでは。ただ、100% って言われたら、それはやっぱり言えなかった。うん。ちょっとね、本当に、ここに並んでいくのは9番、コエールビー、さらに4番、ハートランドです。本当に、あとは6番、マス・アンドナと行きました。3番のハリマローレル、一緒になっ、ここまで、諦めずにやってれば、向こうは火がね、ちゃんと狂って、シッてやってきてよかったです。
ありがとうございます。ジャパンよく頑張った。もうジャパンがとにかくよく頑張った。これはね、俺よりもジャパンに本当ね、みんな拍手をしてあげて。拍手をしてあげて、ジャパンに。うん。マジで。うん。本当、松田さん本当おめでとうございます。ありがとうございます、本当に。はい。ありがとうございます、本当に。この日のために、本当ジャパンを持ち続けました。うん、ありがとう。ありがとう、みんな。ありがとう。本当ありがとう。もう本当ね、このジャパンのこの発祥のために、本当俺は頑張り続けたっていう。うん。ありがとう。何度見てもいいな、これ。うん。吉本さん、いけると。いけると。もうこっから吉本さん必死だよな、これ。もう、うわーっと。ね。もう俺ここも吐く、もうむしろもう俺ガッツポーズしてたけどね、ここないよねみたいな。うん、これ、うん、いやー、きたこれ。毎回ここで止まるのはなぜっていうね、ちょっとね、それちょっと分かんないんですけど、これ、おう、マジでこれ、おう、いろいろ言ったけど、この瞬間立ち上げてくれた、本当ありがとう、みんなもこの瞬間立ち上がってくれて本当ありがとう。うん、まあ当然ね、内心いろんなね、うん、本当は勝てるのかなって、そういう中で、それでも諦めずにね、応援してくれたみんな、そのおかげでジャパンがね、やっぱこれ頑張れたんだと思う。言ったよな。やっぱ、その応援伝わるんだよ。うん。伝わるんだよ、こうやって。毎回毎回一生懸命スタート切って、この3走一生懸命花切って。伝わるんだよ、マジで。うん、うどんくん。食うかも、本当にうどん。ちょっとこの後、勝利のうどん食っていい、マジで。うん、そうそう。吉本、吉本さん、本当よくやった。うん。本当よくやってくれたよ。さすが、橋本厩舎だよ、本当に。マジで。うん、下もありがとう、ありがとう。ね、下もお待ちしてます。まあ、祝電というか、もう全然、もう本当、もう、君たちの思いが伝わってるから、本当に。どんどん書いてて。うん、ジャパン、褒めてあげて、本当に。うん。マジで、まさしく、なんでそれを言うん、君は。なんでそれを言うんや、君、本当や。おー、そうそう。酒と、うどんと、おなおって何ですかってね、そうそう。うどん、にゃ、にゃ、にゃ、ちょっと、ね、言いがちしたい。ちょっと、おー、ちょっと、また祝電来ました、祝電が。おー、祝電来ました。なんか、おー、祝電、おー、マジで感動ありがとう、バリツさん。ありがとうってことでね。いや、こちらこそ本当ありがとう、応援、ほんとみんなの応援のおかげで勝てました。おー、マジで応援ありがとうっていうね、メールが来ましたっていう。おー、あ、応援ちゃうわ、感動ね。おー。俺はね、もし、ここで、競馬ファンのね、みんなが、その参加を見てもね、もしかしたらそんなに感動なかったかもしれない。そんな中で、Cさんをね、本当にあがいてあがいてやったこのスタパンの姿を見て何か感じくれたら、俺は馬主やっててよかったと思う。うん。本当、それが伝わったらよかったなと思います。はい、そうそう。Cさんで少し、お小遣い稼ぎできたら、JR 経由があんまり出てこないとか。いや、それはもう現実的なところはあるんだけどね。それでも俺は、ジャパンで、その他で、勝利を挙げられたこと、これが本当に嬉しい。おう、これはだって我慢し続けなければできなかったからね。おう、マジで。そうそうそう。おう、パスタと同じやり方でいいんだよ。いや、もうやり方はいいと思いますね。はい、そう。やるか、祝勝会、マジで。おう、ね、ジャパン、ありがとう、本当ね。ことで、これが本日、園田、1レースの勝ち馬です。勝ち馬主です。やったぞ、みんな。やった、やってやったよ、マジで。うん、開始サボって正解だ。ほんと、工場サボってほんと正解、マジで。マジよかった。やってやったよ、ほんとに。うん。いやー、長かった。ジャパンよく頑張った。ほんとよかった。うん。嬉しい。みんなもね、喜んでくれるとほんと、嬉しいんだけども、ほんとに。そうそうそう。うん。バツってことでね。うん。ちょっと原本見ようか、原本。うん、原本見ようってことでね。そうそうそう。うん。競争成績クリック。うん、その金って何ですか？あ、その金、そう、その金です。はい、そうそうそう。うん、その金で、うちの馬が勝ちました。ね、僕、馬主なんですけど、うちの一頭だけ勝てない馬がいて、うん、でも本当毎回一生懸命走ってきて、だから諦めずにここまで応援してきて、その馬が、ようやく勝ちました。スマイルジャパンです。どうぞよろしくってことでね、うん、何戦目？ 23戦目？うん、マジで、そうそうそう、うん、おめでとう、信子。まあ、信子さんね、うちの母親でね、ちょっと借金してるんでね、まあ、返さなきゃみたいな、そうそう、うん、今来た。勝ってる。ね、おめでとうして、ありがとう。勝ったよ、本当に。やっとだよ、本当に。ジャパン、ほんとよく頑張った。な、昨日言ったとおり、伝統には意味があるんだよ。うん。橋本厩舎のプライド、そして馬主のプライド、ジャパンの命をかけた戦い、それが実を結んで、一着、しかも圧勝。うん。これに結びつきました。ね。本当に良かった。ありがとう。本当嬉しい、マジで。そうそう。引っ込みの気味のブレスにこれがあった。本当な。これでスマイネル軍団の、もう本当ね、求心力になればと思う。ジャパンが。うん。これでジャパンも、ね、一勝したから。うん。
ね、これもう、ね、ずっと連敗馬じゃないから、これ。おう、そうそうそう。競馬いたすれに連れたって、いや、もうそこでまた、ね、怒られるから、クソ据え落つみたいな、そうそうそう。うん、今から、いや、その今からそんなの言ったらもね、なお意味が、みたいな。おう、いや、でもね、一回すぐに挨拶に行こう。うん。ジャパン、やっぱりこれ、ちゃんと、挨拶行かなきゃ。おう、そう、だからね、ちょっと、来月にでもね、来月もしくは、もう今週にも、ね、まあ来週、うん、でも、早々に、はい、工事休みます。はい。ね、工事休み、ちょっと行かなきゃみたいなね、そうそうそう。うん、ハゲが行かないと勝ってない。言うな、それを !4 戦連続走 !4 勝して全部俺が行ってない、これ。どうすんねん、これ、マジに。おう、じゃ、いや、ジャパンに会いに行くんだよ、そこら。おう、ジャパン、本当に、頑張ったなって。おう、マジで。え?あ、来た来た来た。うん、橋本球者来たよ、電話。もう本当、もうおめでとうございますって言って、もうね、笑ってた俺が泣いてたから。うん。もう本当よかった。あ、ちょっとまた、いただきましてありがとうございます。キャプチャークリック。おう、なんこれ。お、じゃ、来た、これ。これちょっと保存しとこう、マジで。名前つけて画像保存。これマジでいい。クリック保存。おう、保存しとこう。おう、スマイルジャパンおめでとうっていう、これ。その他79に見えるってどことだね、これ。おう、スマイルジャパン、馬主、大泣き、その泣くわ、それ。これ泣くよね、それ、普通に。おう、そう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 。え、誰が疫病神だよ、これ。誰が役、まあ俺なんだけどね。まあ俺なんだけどね。そうそうそう。うん、え、しかし、さすがですね。まあそうですね。もう橋本厩舎の底力を、まあ見ていただけましたかというところ。うん。やっぱり橋本厩舎は多くは語らないよ。うん。橋本厩舎は多くは語らない。うん。ただ、やっぱり、もう腕が違うよねっていう。うん。やっぱ伊達に英氏の馬を預かってはないよ。本当に。うん。そこ本当分かってくれたと思う、マジで。うん。本当に。もう本当ね、もうよかった、俺、本当に。馬主、やっぱりね、この瞬間だよな、やっぱり。この瞬間。え?まさかこれも自演じゃない。どういうことやねん、自演って。これ全部俺?もうどういうことやねん、もう。いや、もういいよ、もう自演でも。もういいよ、自演でも。そうそう。え、もう一枚ある、マジで。クリック。よし、もう一個見よう。うん。おしゃ、何?キムタケの、まあ、なんか、ちょ、言うなよ、これ、本当に。ちょっとほんま言わないでってね。そうそうそう。うん、できなかったな、口取り。おー、これもちょっと保存しとこう。名前つけてか、そうそうそう。うん。いいね。うん。マイネルがダメだと思ったからジャパン来たか、一陣のムービーよりダメ扱いだったので頑張った。ほんと頑張った。うん。ほんと頑張ったよ、マジで。うん。ほんと頑張ったよ、ほんとに。うん。いや、ほんとね、これ馬主が先諦めてたら終わってたんだよ。ジャパンの初勝利はなかったんだよ。ここなんだよ、俺が言いたかったことって。マジで。先生仕事ね、ほんとそう。ほんとやっぱりね、多くは語らないよ。ね。やっぱり今日のね、そのレースに対しても、やっぱりもう出しますというのは、もう、要は責任を彼らでちゃんとね、追って、結果出しますと。かっこよくね。かっこよくね、これ、マジで。おう、そうそう。いや、だから、飯田先生もね、当然サプリ入れてくれて、ね、持ちますって言ってくれてるけど、逆に言ったらね、橋本教授は多分、何も言わずにもうね、ジャパンに入れてくれてるのかもしれない。しかもそれ請求なしみたいなね。だから、そこはもう結果を出すと。うん。ね、お台場見てのお帰りで SBO と一緒だよ、だから。そうそうそう。だから、それやっぱね、仕事にね、ほんとすげえよな、だから。おう、マジで。え、そういえば何回乗っても。な、それはちょっとな、むしろ、もうやってやったよなっていう、うん、してやったいだよなっていうね。そうそうそう、うん。おめでとう、谷口板金。言うな、それ。実家の横の板金や、それ。そうそうそう。うん。これからお世話になるかもしれない、木村の。いや、ほんと、だから、それはほんとやめて。うん、だから。いや、それはもうね、その時のジャパンの能力出たから。うん。ジャパン成長したよね。そっから腹も洗って、ね。体質改善もして、背も伸びて、ね。ジャパンも成長してるんだよ、だから。馬は変わってくるんだよ、だから。おう、マジで、そうそう、谷口バンキン、いや、来た、来なくていい、そこか、来なくていいね、そうそう、おう、え、テンションマックスだ、ここでマックスにならなくて、どこでマックスみたいな、これ、そうそうそう、そう、おう、いやー、最高、最高、マジで、おう、マジで、MDB、ちょっとみんな何、そんなありなの、本当に、そんなありなの、見ちゃう、これ、ちょっと、見ていい、これ、まあ、じゃあ、ちょっと、おう、ちょっと見ますってことで、じゃあ、ちょっとね、お待ちくださいの画面っていうよりも、いや、俺でお待ちくださいみたいな、おう、ちょっと、じゃあ、今、これ映ってないよね、うん。ちょ、MDP にね、支援入れといたってことで、ちょっと、チェック。うん。ちょ、チェックしよう。うん。ちょっと待ってよ。うん。いや、こういう時は、もう、こじきと言われば何用が、いわゆるこう、ご祝儀は受け付けます。はい、全然受け付けます。はい。もう何言われてもこれは受け付けます、全然。うん。もう、めでてよな。いいよな。今日は、もう、君たち俺のこと嫌い、ふっ。私のこと、嫌いかもしれないけど、ジャパンの勝利は、褒めてあげてください、ギュッみたいなね、もう そういう感じだから、もうそこは、マジで。いや、こじき、もうこじきでいい、こじきでいい。もう、この際ね、そうそうそう、ちょっと見てみよう。うん。どこだっけ、これか。よし、カンカンクリック。カンカンクリック。マジで。ちょっと待って、今、これ見えてないよね。見えてないよね。大丈夫だよね。メルマネ。メルマネね。そうそうそう。で、ログインと。うん。
うん、ドン、ドン、うん。卒業した小学校はと。よし。次。あ、間違えた。何？卒業した小学校？岩西小学校。うん。次へクリック。うん。合ってんじゃん、これ。うん。そうそうそう。うん。次へで、あ、来た。よし。これでいいか。よし。コントロールシフト D と。うん。行くか。多分ね、残金は先週ちょっと儲かったから、うん、だから書くなってだから。書くなってた。いい、今日はブレイクだけど書くなよ、もう。ね、次も書いたらダメよ。うん、そうそうそう。マイアカウント。多分、いくらぐらいだったっけ、前って。いくらぐらいだったっけ？うん。だ書くなってだから、もう、やめ、だ今日はブレイコー。岩西はね、あの、岩の方、あの、ジュビロ岩田じゃない方。そうそうそう。うん。前は、多分、ね、37ぐらいだったよね。40あるわけないだろ、そんなの。うん。いっか。せーの。来い、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 来い。あ、結構増えてる。結構増えてる。よし、ちょっと、これ早速じゃあ。ちょっと、再度、ボーンってことで。うん。あ、ちょっとじゃあ、カメラにしとくか。うん、ボーンってことで。うん。よし。入出金明細クリック。うん。入出金明細クリック。うん。あ、ま、ちょっと待ってよ。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってる、ちょっと、入金。なんか複数件。しかも結構高額。バカ、ちょっとみんな、ちょっと、どこまで今日優しいの、ちょっと。ちょっと待ってよ。これ、キャプチャーしないと、キャプチャー。どうやってやるんだっけ、これ。これか。うん。もうちょっと上かな。うん。この辺か。うん。よし、この辺でやるか。キャプチャー、アルトプリントスクリーン。アルトプリントスクリーン。うん。そうそう。で、MS ペイント。うん。で、あー、できた、できた。そうそう。で、ウィンドウを、これウィンドウ？これウィンドウ？バツ。うん。で、バツ。うん。バツバツ。よしよし。で、ここで、どうだろう、うん、ジャパンの岩ね、そうそう、わかった。わーってやったらみんな、わーってやったら、それ任して。うん、ちゃんと、有効にね、運用しますから、はい、そうそう。で、選択ね、選択で、名前のところを、クリック。うん。削除。うん。で、名前のところをクリック。うん。削除。うん。OK かな？ OK かな？ちょっと指差し確認していい？指差し確認。うん。ちょっと指差し確認させて。一応、あ、何これ？なんか、何これ？めっちゃ、これ、なんか、ん？何これ？フリーコール？うん。なんかフリーコールから電話、0120から電話かかってきてんだけど、これ。何これ？あ、消えた。うん。なんかフリー電話から電話かかってきた。おう、そうそうそう。え、買って儲けた人もいたのかな？現地でブレス5000買ってくれた彼にはぜひ当たった。あ、井上プロね。そうそう。どうなのかな？井上プロ今日行ってんのかなってね。そうそうそう。うん。え、借金取り。いや、その可能性高いっていうね。そうそう。なんか、レースを見て、お、ちょっとお前金持ってるからちょっと払っとけみたいなね。そうそう。ちょっと、指差し確認していい？これ。おう。個人情報、なーし。なーし。それから、楽天、銀行のウィンドウを、なーし、なーし、オッケー、なしね。うん。個人情報の漏洩、なーし、なーしね。そうそう。髪の毛、かな、髪の毛関係ないんだから、髪の毛。おう、そう。女も関係ないですね。女も関係ないよ、そうそう。おう、髪の毛、なーし、なーし、髪の毛関係ないですね。未処理場も、未処理場もなーし、それとこそれ、未処理場もなーし、みたいな、なーし、みたいなね。そうそう。おう、よし、オッケーね。じゃあ、ちょっと出しますってことで、あ、ちょっと待って、これ違う、これ違う。これは、コントロールシフト、いいってことでね。うん。来たこれ。もう早速ね。祝、ジャパン1位感動いただきました。3000いただきましたありがとうございますね。そうそう。ジャパン8勝目。うどんは18日発送ってことで。18追加ですかこれ。追加オーダーですかこれ。これ追加オーダーですかっていうねこれ。そうそうそう。2360円いただきました。ありがとうございますってことでねこれ。おお。やべえこれ。もうねちょっとこ本当ねみんなが祝福してくれてるこれ。もうみんなさ本当優しい。本当みんな祝福してくれてよこれ。おお、マジでこれ。そう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 。え、書くなよ個人情報書く。書くなってだからそれを。おお、え、5300、そう、合計ね5360円のねご祝儀をいただきました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。これは本当ねジャパンのへのご祝儀と思ってね、ジャパンの弟もしくはね妹のために使います。はい、それ約束するみんなに。おお、そう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 。お、18人発送19着、え。あ、もう届いてる、あ、あれですかって、あれですかってね、そうそうそう、うん、すわさん、言うな、それを。だその人とか、ちょっともうわからないんですけどね、そうそうそう、うん。
うどん、あ、いや、でも届いたのって昨日だっけ、昨日じゃないよね、うん、そうそうそう、昨日じゃないよねって、またもう一個来ちゃうのかなみたいなね、そうそうそう、うん、え、うどん発送、どうなんだ、また来るとね、まだ食べてないけどね、そうそうそう、まあ、小食なんでね、うん、でもありがとうございます、大丈夫、これ、おー大丈夫か、ちょっとね、これ、毎回ね、これちゃんと裏に隠れてないかっていうね、ね、ちょっと、保存しないってことで、うん、あー、ここにまたね、ちょっと5000円追加ってこと、ちょっとやっとくね、これね、うん、ほんとね、ジャパンが勝って賞金も入り、ね、そして皆さんもこれね、SBO、まあジャパンに対するご祝儀ね、いただいて、それが SBO に入りと、いいよな、いい話だな、こんないい話ってあってもいいよね、本当に、おー、マジで、うどんってことね、うどんさん、ほんと、あのね、俺ね、別に、そんなでかいことは言わないけど、はい、こうやってね、別にインターネット配信だって、本当に感動ってあってもいいよね、こうやって、おー、真剣にやりつけてて、なんか、本気で泣いたり、怒ったり、笑ったり、ね、これそういうことがあってもいいよね、マジで。おう、そう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 、え、40万、40万、おう、今ね、だから40万3000かな、うん、だからそれを稼ぎました、だあと、ここで100万なんとかしたいから、うん、まあ、うまく買うためにね、そうそうそう、そう、おう、ね、え、買った、よし、買ったよ、買ったよ、本当にみんな、買ったよ、本当に、ジャパン、やったよ、本当に、おう、すごい、てか、橋本厩舎、やっぱすげえ、おう、な、すごいな。ジャパンをここまで仕上げられるってないぜ、マジで。おう。いいと思うってことで、本当に、マジで。おう。増やそう、増やそう、マジで。おう。ジャパンの賞金でうまく買えるんじゃない。いや、20万だとちょっと。うん。勝負になるまはちょっとっていうね。いや、これね、だ300万と言わずとも、やっぱ、これは橋本先生のところに積まなきゃいけないんじゃない俺ら。なあ。積まなきゃいけないよな、これは。おう。そう思わないか、だって。うん。やっぱこれ、マジで。うん。いや、飯田先生もだってね、ブレスどんどん今回復してるから、うん、ほんと恵まれてる俺、ほんと恵まれてるマジで、おう、そうそう、それを直した、それ、あ、あの、ムービーですか、うん、ムービーもね、ちゃんと走ってますよ、そうそうそう、うん、校長辞めて YBO で稼ごう、だろう、これ、YBO で稼ごうって、現実、そこ、現実、うんだ、比べるほどじゃないよねっていう、比べるものじゃない、旧車を、うん、もうほんと、もうほんとに、でもね、今日に限ってはもうほんと最高、もう、てか、見たら、見たろ、みんな、うん。だってな、だって、やっぱ3連投って尋常じゃないよねっていう、おう、この、ここに対するプレッシャーも当然あったろう、C さんといえどもね、うん、それに対して、ちゃんと仕事やりきる、すごくね、マジで、もう何時まで放送するの、ちょっとね、ノンストップ今、もうちょっとね、もうドキドキが、胸胸、マジで、そうそうそう、うん、バンバカを、そこで、そこで、いや、橋本厩舎に預けようと思ってるんだけど、そうそうそう、うん、もう本当、何時まで、いや、ちょっとね、まだ時が胸胸です、はい、だからね、木村ジョッキーもこれから乗ってもらうんだから、そういうことやめよ、本当に、うん、そこでも、いや、わかんないから、これ、ジャパンがやっぱりね、本格化し始めたってことなんだよ、うん、体も増えてきたでしょ、体も、いや、背も大きくなってね、うん、いよいよ来たよ、このスピード、1230、もうそこしかないな、追加あったら C2 だぞ、みんな、うん。追加ったら C2 だから、マジで。まあまあ大きいこと言うのは良くないと思うけど、追加ったら C2 だから、C2 になれば、隔週で1230あるから、うん、手当てもいっぱい入るから、うん、あるな、これ、マジで。え、この7年馬券放送、もうね、ちょっと冷静な判断ができないから、とりあえずトークでしばらく進めようと思う。うん、ちょっとまあ、園田流しておこうか、せっかくだからね。うん、アイラブ園田流しておこうか。うん、いやー、いい日、いい日だな、本当に。みんなどう？おう、悪くはないよな、マジで、兵庫。うん。な、シンバに一発使ってやる。これちゃんと積み立てるから。まあ、ちょっとね、どう、見当たらないですね。まあ、ね、JL が転入所線の守りですね、はい。ちょっと待って、音がでかいな。まあ、気楽に乗って、じりじり追い上げて、3着ぐらい。こんな感じ。うん。10ぐらいでな。ちょっと流しとく、流しとく。おう、そうそう。え、吉村で言うのは木村も勝てるかもしれないけど、長期的なこと考えれば吉村。まあ、ほんとね、吉村さんは、まあ、橋本厩舎の所属だから、うん。そこは全然揺るぎないんだけど、まあやっぱりここ勝負っていうところで厩舎の判断で、ね、変えるかもしれない、うん、そこはごめんみたいな、うん、だからそこはもうそれで任せたらいいと思う。いや、吉村さんと木村ジョッキーはタイプは一緒だから、そこはね。でも今吉村さん乗れてるねっていうのは確かにあるよね。そうそう、だからそこは乗れてる乗れてない派も含めて厩舎がちゃんと判断、まあそこはね、本当、まあこれでみんなも分かったと思うけど、橋本厩舎は任せとけばもう大丈夫っていう、マジで、うん、本当大丈夫、うん、でこれで個別会休んだらその他行かなかったり、本当だよな、もうほんとね、一生の不覚、
一生の不覚、一生の不覚。俺もそれはみんなにもね、どんなクソや言われても何も否定できない。うん、一生の不覚。自分の馬がね、やっと圧力上げられたその瞬間にいないっていう。俺ほんと死んだ方がいいと思う、マジで。うん、確かにな、そうそう、うん、232、何がですかってね、そうそう、うん、その姫路まで行った時に勝てず、園田に行かなかった時に勝つ、まあ、あの姫路、これはな、本当、わざわざ遠くまでね、しかもね、車出してもらって、乗せてもらって、行って、勝て、うん、園田に来て、勝つみたいなね、もうこれはもう本当、ジャパンはいいよな、天球なしでいいよな、もう天球というか、もう外に出すなんて、もうみんなもう言わんよな、俺はもうもちろんなかったんだけど、そんな気は、さらさら、うん、俺はやっぱ園田で全うさせるよ、それは、マジで。おう、それも決めた。おう、何なのか。あ、このレースですか？そうそうそう。おう、今から紹介大王将なんち。いや、だ今日はごめん、ちょっとね、野暮用というか、もうちょっと工場に戻らなきゃいけなくて、うん、まあ、それはちょっと今後もね、維持していく上では大事なことだから、それはちょっと勘弁してほしいっていう、マジで、そうそう。うん、ほとんど毎回現地っていうのに行かなかったとき語れるってどう、もうそれはな、もう本当その通り、もう否定できない。おう、ただまあ、でも、勝ってくれたという勝利、まあ、勝って、勝利ってそのまま勝ってくれたというこの事実、うん。まあ、それを素直に喜びたいと思う。うん、もうこれは本当に良かったよ、本当に。うん、マジで良かった。うん、え、その金の動画、もう言っとくそれ。なんでそれに今行くか全く分かんないけど、別に言っとくそれじゃあ。うん、全然いいけど、ちょっとリプレイしとくか、それ。マジで。たまんないよね、本当ね。うん、どこ行った？どこ？ビデオ？あれ、どこ行ったっけ、これ。あったか、これだ。うん、クリック。マイカ君、はい、今日残業してくれないか。無理です。あれ、映像映んない、これ。え、映像映んないよ、これ。はい、その金、なんで映像映んないよ、これ。金曜夜は園田、あ、壊れた、パソコン壊れた、これ。なんで映らん、これ。え、オーディオビデオファイル、え、なんで映らんの、これ。なんで映らんの、これ。なんで映らんの、これ。え、なんで映らんの、これ。あ、来た。はい、来た、これ。今日残業してくれないか。無理です。その金ですし。その金、はい、その金、てってれてってれ、ジャパン、ジャパン。よかった、本当によかった、マジで。もうその金良かった、本当に、マジで。パソコン20万と、いや、パソコンとりあえずね、壊れてなかったです。うん、そうそうそう。ね、自分の顔を集めて鳴らし、どういうことやねんだから。俺じゃないからだって、これ。何回も、これ俺じゃないからだから、これ。これ俺じゃない。なんで髪の薄いとこだっけ、ここまで行ってないから、まだこの辺だよ、この辺。もう、だからこのおっさんはね、ここでしょ。で、俺はこの辺ね。だからこれ、おっさんラインと、ジェヌないんだよ、これ。誰がジェヌないんだよ、これ。もうどういう話やねん、それ。そうそうそう。もう、だからこれ、俺じゃないからねっていうね。そうそうそう。え、CM 出てた。いや、出てないからだから。俺じゃないから、これ。うん、そうそう。いやー、超気持ちいい。超気持ちいい、マジで。出演料いくら、肌が出てないから。出てないからっていうね。そうそうそう。右まんまとか、女の方ですかっていう。そうそうそう。何時まで、いや、あのね、一応、送別が6時からだから、まあ、言ったら5時にはね、ちょっと終わんなきゃっていう感じなんで、まあ、1時間はね、全然いけるんだけども、そうそうそう、夜でもいいから縮小。あー、ちょっとね、今日はちょっと早めにじゃあ切り上げてくるかな、マジで、これは。ちょっとね、遅くなっちゃうかもしんないけど、でも遅くだと、俺マジで今日多分、たまんないから、多分めちゃくちゃになっちゃうと思うから、これ、もう本当、それは警察呼ばれても多分、どうにもならんみたいな、言い訳できませんみたいな、マジで、そう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 、え、パクリ、何がやねんって、どこのパクリやねんって、そうそう、祝勝会は、どうしようか、いや、それは早くやるべきだよ。てか、もう今やりたい、マジで。ちょっか、俺もちょっとね、酒とかないんだよ、だって俺、酒とかない、あった俺、酒あるわ、ある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 、酒ある、俺、ある、あ、でも、いかん、そう、あれだ、スマイネル軍団団長にもらった酒は全部飲んでしまった、すまん。あの黒口島飲んでしまった。そうだ、飲んでしまった。すまん。なんかないかな、なんかないかな、ちょっと乾杯だけしとこうか、みんなで。乾杯だけみんなしとこうか、ちょっとみんな準備しといて、ちょっと、乾杯だけしよう、乾杯だけ。すまん。いや、ちょっと我慢できなかったんだよ。あれ、祝勝会用に取っとこうと思ったら、我慢できて飲んじゃいました。すいません、全部。しかも全部。で、しかもみんなに、あるだろって見せた時あったでしょ、あれ全部水。ごめん。全部水でした。はい、そうそうそう。ミュージックで。ちょっとね、みんな待って。今、ちょっと撮ってくるから。なんかちょっと撮ってくる。
待ってよ。いやー、マジ最高。ちょっと待ってよ。何流そこ、何流しとこう。ちょっと、めでたいから、今日めでたい曲、俺ね、めでたい曲流して、俺ね、これ流そうと思ったんだよ。いい？いつもね、流したくて流せなかった。この曲流していい？うん。ちょっと、じゃあ、ちょっと皆さんね、少々お待ちください。どういうことだ、バン、何がバン、何があかんのこれ。おう。え？なんかいかんの、あ、じゃあ今のちょっとね、聞かなかったことください。はい、そうそうそう。おう。これ、ちょっとね、今、ある飲み物持ってきた。おう。え？あるも、これだけ。おう、そうそう、何が？もう厳しい。だったら今のはもうちょっとね、聞かなかったことにしてください。はい、そう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 。おう。いや、ほんと、マジ。ちょ、これしかないんだけど、これ。おう、これ。マジで。おう。いや、水、そう、水です。はい、水道水っていうね。おう。大阪、まあ大阪の水道水です。はい、そうそうそう。あの、ちょっとね、あの、空いたペットボトルに、まあ入れといて、冷やして飲むみたいな。うん。それだけ。そう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 。うん。え、メタノール？死ぬわ。死ぬわ、それ。うん。いや、普通の水道水だけどね、そうそう。うん。で、あの、コップってことで。うん。いや、マジで。おう、え、ネズミランドか。いや、こんな見ないからだから。見ないから、そんなもん。一人二人しかね、もう、そんな見てないの。そうそうそう。おう、え、サビまで。いや、そこまで流したらなんかいかんみたいな雰囲気だったから、ちょっとバツっていうね。そうそうそう。おう、琵琶湖の水。いや、琵琶湖の水じゃなくて、これ普通水道水です。はい、そうそう。おう、ちょっと、これでね、とりあえずちょっと、まあ、仮のね、とりあえず祝勝会。しよっか、みんな、じゃあこれ。ちょっといい？これ。これいい？これ、ちょっと、祝勝会行く？これ。おう、マジで。そう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 。おう、じゃあ、お前の個人情報見なかったこと。うん、それもちょっとなかったこと。幻、幻ってことだよね。そうそうそう。おう、それ飲むくらいならシャンペンの方がいい。だから、ションベン、シャンペン、ションベン、どっちやねん、これ。どっちやねんってね。そうそうそう。おう、あ、スカルプ D もやっちゃう、これ。祝シャンプーする、祝シャンプー。おう、そうそう。え、いや、ないんだよ、これしか。おう、ちょっと紙コップね、紙コップ。おう、うちないか、コップが。おう、そうそう。ちょっとじゃあ、みんなちょっと準備 OK？ 準備 OK、マジで。おう、ちょっとじゃあもうちょっとね、君たちはまあなんかね、なんか君たちにね、なんかね、著作権とか、なんか一般常識とか言われると、すごくね、なんか普段俺のことボロクソに言っとくて何を言っとんねんみたいなね、ちょっと心外なんですけど、まあそこまで言うのであれば、完全に著作権ね、まあ許諾を取ってる曲でいくか。うん。ちょっと皆さんのね、ちょっと待ちだ、これ皆さんの、ちょっとドリンク待ち。うん。ちょ、早くしてみんな、これ早く。うん。どれだ？園田の、どれだ？これか。これか。よし。これ流しておこうか。うん。ちょ、皆さんちょっとね、ドリンク待ちだからこれ、早くしてね。これダブルクリックでいいのか。オッケー。うん。ちょ、皆さん早くしてねっていうことでね、これちょっと。うん。よし、行くぞ。うん。何が？え？乳首禁止。どこ乳首禁止？おう。ちょ、みんなちょっと、ドリンクをね、皆さん。お手元ありますか、皆さん。ちょね、ちょ、入れとくよ、これ。トコトコトコっとこれね。うん。よし。ちょ、ジャパンの写真とかも出しちゃおうかな、これ。ジャパンの写真とか出しちゃおうかな、これね。おう。ちょっと。ちょ、ジャパンの写真も出しちゃおう。おう。Google。あ、ちょい。どうやんねん、これ。おう。あ、これか。これ、これ。ちょ、みんな、早く。そうそう。そう、締め切り3分まで、皆さん、お急いでっていうね、そうそう。おう。ちょ、ジャパンの写真で、ちょ、一発やろうぜ。おう。ジャパン。いた。いた、これ。待ってよ。なんだよこれ。なんでこれ。なんこれちょっと。バッバッ。なんこれちょっと。なんこれ。なんこれだから。もうちょっとどうなっとんのこれ。え？なんか変なのが出た。ジャパン。なんだこれ。え？
これどういうこと？え、キーボードにやっちまけない。何これ、顔識別機能を有効するか、うん、なんかよくわからんけど、よしこれでいこうか、うん、あ、ちっちゃい、ちっちゃいなこれ、こうか、あれ、こう、あ、違う、何これ、あ、これか、ジャパンの一番いい写真どれかな、どれでいく、どれでいく、これかな、これかな、これやな、今日は米田まりさんもちゃんとね、やっぱり入んないとこれ、うん、マジで、そうそうそう、行っちゃう記念ツイート、ちょっと記念ツイート行っていい、これちょっとバカ野郎マジで、今日はもうちょっと落とし出しておくよ、うん、ちょ、行くか、言っちゃうか、もうちょっと報告しとくか、ちょっともうね、今日見えなかったほんとかわいそうな人たち向けてやっちゃうか、これちょっとホームページクリック、うん、しとくわマジで、はあ、この日がとうとう来たわ、ジャパンおめでとう、スマイルジャパン、ジャパン、園田一です、書いていいかこれ、書いていいかこれ、これスマイルジャパン9月21日園田一です1着、つぶやきボタンクリック、ツイート行くぜ、うん、クリック、うん、行っていいこれ、もう何これ、よし、よいしょ、行っていいこれ、スマイルジャパン9月10日園田一です1着、行っていい、みんな行っていい、これ OK? OK? うん、ではそれでは皆さんご唱和ください、ジャパン一着いただきマンモスクリック、よし行け、ゴーゴー、よーし、ツイートされた、ツイートされた、うん、行けてるでしょ、うん、オッケーオッケー、流しと流しといた、うん、オッケーな、うん、え、なんちゃらマンモまた違うから、だからもう何回言わせねん君たち、もうちょっとってことで、あ、ちょっとジャパンの写真、ごめんごめん、主役は君ってことでね、おう、主役は君ってことで、おう、ちょっと待ってよ、ね、いや、マジ嬉しい、マジ嬉しい、ちょっとね、もうこれはちょっとごめん、今日は本当に飲ませて、水だけど、おう、水だけど飲ませて、ちょっとジャパンのためにちょっとなんかかけてあげたいな、曲一発、こういう時何かけるんだろう、みんなだったら、おう、これなんか、じゃあちょっとみんななんか一個なんか YouTube、これちょっとジャパンに一つみたいな、おう、それ乾杯の瞬間に、なんか乾杯の瞬間にそのあるじゃん、結婚式みたいな、なんか、うん、あのテレレンレレレンみたいな、なんかあるじゃん、そういうの、おう、そういうのちょっとこれをじゃあその瞬間流そうみたいな、もしね、ちょっと俺大した曲持ってないんだよ、だからそういう時用の曲がなかった、ごめん本当に、おう、そういう時用の曲がなかった、これマジで、そう、あ、これ、あ、これちょっと行こうか、これでいくか、うん、よしね、これでいこう、よし、これね、戦士兵士を送る歌、よし、ジャパン、これから私行ってまいります、バカ野郎、これ全然違うじゃんこれ、ちょっと、ま、真面目に、ちょっと、なんでだよ、いや俺がなんでだよ、だからどういうことやねんそれ、ちょっと、じゃジャパンの、あ、これおめでたい曲ね、これ頼む、おめでたい曲、うん、クリック、よし行くぜ、うん、これよし、ドンキホーテミラクルショッピング、いいね、来るぞ、うん、でん、や、激安の電動メガドンキホーテ来た、てん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 、前奏長いわこれ、前奏長いわこれ、早くドンドンドンって来いよ、早くドンドンドンって、これもう、いや真面目にこれ、真面目にこれマジで、なんで乾杯ドンドンドン、おかしいだろそれ、どう考えたっておかしいだろそれ、もう本当長いわそれ、あ、これほんと頼むよこれ、これほんと頼む、これ真面目に頼むよこれ、あ、もうこれいい歌来るじゃんこれ、じゃあちょっとねスピーチ入りながらいいか、うん、本日はジャパンの引退式にお越しいただき、バカ野郎、本当にちょっと、なんで引退式だよこれ、ちょっとおかしいだ、ジャパン祝勝会って言ってるよねこれ、祝勝、お疲れ様、お疲れ様、どういうことやねんそれ、
お違うよねこれ、頼むって本当もうネタいいから本当にマジで勘弁してくれ本当に。うん、じゃ何これジャパ、えもう何これ、えデビューしたとか、うん、し、しぶ、うん、しぶいわきじゃんこれ、いわきじゃんこれ、なんかやる気元気、やる気元気わからんしこれ、音割れてる、多いわしかも、多いわこれ、いや真面目にこれ、真面目に頼むよこれ、うん、これ、ま、出たこれ、やべえ、しゃっ、はいどうもこんにちはってことでね、今日は、パスタの醤油漬け、だからいいからそれ、だからいいからそれ、だからもう、だからそれいいからもう、だからこれ、ほんと、ほんと頼むって本当に、あ、ジャパン、長渕剛、あ、これよくね、これ、これよくね、どんなやつこれ、おいし、知らないんですよこれ、うん、あ、ちょっと、これいいんじゃない、これでいく、じゃあこれ、これでいく、おう、これでいくか、じゃあ、よし、これでいくか、おう、じゃあこれちょっとね、あ、これどうやって流したいんだこれ、おう、これジャパンの写真を見ながら流すことはできないんだよこれ、じゃあこれをこっちに置いといてだ、おう、あれ、あ、こっちか、こっちに置いといてだ、おう、でジャパンの写真をこっちに写しといてだ、あ、これでいいよね、おう、え、何がかっこいいからダメ、どういうことやんだから、え、な、何がいいんだよだからこれ、おう、な、もう何でもいい、まあ、じゃあこれいっか、おう、え、あ、じゃあ酒飲む、あ、じゃあ皆さんね、本当に今日は、本当皆さん今日はありがとうございました。うん。ジャパンがね、ここまで、まあ、やれてこれたのも、まあ、一重にね、皆さんが、まあ、僕を、まあ、まあ、ハゲだ、クズだと言いながらも、こうやって配信を見続けてきてくれて、応援してくれてと。そんな中で俺もなんとか、まあ、貧乏だけど耐え続けられて、うん。それが、まあ、今日というね、この日に全て結びついたんだと思う。その、もち途中でね、俺が諦めてたりとか、みんながもう本当にまあ、ジャパン無理だ。本気で諦めてもう配信も見なくなってたら、多分、ジャパンも、勝利は、ジャパンがこうやって勝利を勝ち取ることはその中ではなかったかもしれない。うん。その中でこんな日に出会えたことを僕は嬉しく思います。はい。ではね、皆さん、よろしいでしょうか、コップをね、じゃあ持っていただけましたでしょうか、よろしいでしょうか、皆さんよろしいですか、はい。それでは、ご唱和ください。コップは右手に、左手は胸に、おっぱーい、乾杯。うまいね、うまいねこれ、うまいねこれ、うまい、本当にもうよかった、本当に本当、いや何、え、何これ、ちょっと待って、何これ、何これ、最悪みたいなこれ、どういうことこれ、え、うまそう、うまそう、何がうまそうで、いや本当うまい、マジで、もうちょっとね、どんどんいただいちゃうんですけど、お、水道水マジうめえ、お、いや本当よくやってくれたよジャパン、マジで嬉しい、本当に、お、ほんめありがとう、本当ありがとう、お、そうそうそう、いやもう本当にちょっと飲んじゃう、どんどん飲んじゃう、うん、いやーマジうめえ、マジうめえ、マジで、うん、そうそう、え、乾杯ぐらい普通に言え、普通に、いや普通に言ったじゃんだから、そんな中にも笑いがある、それが無職の馬主配信だよねみたいな、おう、ほんとはそこがもうね、やっぱ涙あり笑いありだよねっていう、マジで、おう、頑張ったお前ジャパン、本当によく頑張ったお前、本当に、おう、ほんと嬉しい、まあ、ちょっとネット競馬のホームページを見ちゃおうかな、ネット競馬、もしかしたらみんな書いてくれてるかなみたいなね、そうそう、まあ、じゃあネット競馬置いて、ちょっとニコ生さんにちょっと行っちゃおうかな、ニコ生さん、うん、もしかしたらね、もしかしたらねみたいな、うん、ちょっと、ニコ生さんで、コミュニティクリック、うん、見てみようか、うん、コミュニ、どうやって見るんだっけこれ、どうやって見るのこれ、え、プリ、これか、登録中のコミュニティ、うん、よし、まずね、じゃあちょっとスマイネル軍団の方から、うん、クリック、うん、よし、
何も書いてない。何も書いてないんだけど、これ。いや、まあ、こっちね。こっちが結構、まあ、みんなの印象の中であるからね、こっちの方が。うん。こっちの方があるからね、みんなの印象はね。まあ、こっち。何もない。冷たい。なにこなまって、本当に。もう忘れられてるな、結局。過去の人なんやな、結局。うん、わあ、わかったわかった。冷たいな。いや、君たちだけ、君たちだけ。君たちはちゃんとこうやってね、あの、物好きだから。うん、ちゃんとな。言う人。くっ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 。じゅん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 。もう、なんか、祝福ぐらいしてくれたっていいよね、これ。祝福ぐらい、マジで。何見とんねん、これ。そう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 。え？このままやらないからだ。それは、それはそうだろうっていう、マジで。え、もう動画、え、あるの？動画プロも見ていい？これ。動画プロ見ていい？もう。あ、ある。あ、でも消えてる、なんかこれ。消えてる。え、消えてるよ、これ。これなんか、え？画像。え？消えてない？これ。これ何も、ないよ、これ。うん。え？映像は、あ、どうぞ、ありがとうございます。本当に？え、でも消えてたよ、これ。あ、出た。これ。コミュニティから。これちょっと URL 貼っとこうか、みんなに。おう、みんなもこれちょっと見て、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 これ。これ、これ、これ。うん。いや、来たよ、これ。マジで。2012年9月21日。これ記念日にしよう、みんな。これ記念日にしよう。祝日にしよう、祝日。これ。国民の祝日にしよう、これ。おう。その金、泣いた、1です。スマイルジャパン、出走。マジで。おう、ブラクラ。どんなブラクラやねん、これ。どんなブラクラやねん、これ。おう。来た。第5動画アワード。おう、推薦受付中みたいなね。そうそうそう。まあ、俺関係ないけど。そうそうそう。おう、これ。やべえ。やべえ、これ、ちょっと。マジで。こう、みんな酒飲みながら見ていいよ、これ、酒飲みながら。おう。いやー。その気。来たな、とうとう。この日はほんと来たよ、マジで。おう、何が。え？おい、仕込みまだから、今回、時給いくら。時給いくらだって、どこだよ、これ。時給、だそう、いらないから、だから。これ、マジで、ちょっと。祝福を送ってあげて。うん。祝福マジで。うん。ここは。うん、ここは、ここはもう素直にみんなね、もういいよ。あのネタとかいいから、ほんとマジで。うん。ここはもう祝福にしよう、マジで。うん、そう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 。うん、あ、どこ、あのね、コミュニティは、K バイタ10人、in ニコニコ生放送。うん。の方に動画プロどんどんね、入れてくれてます。はい。そう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 。うん。で、ここの、右下。うん。まあ、これコミュニティは俺じゃないからね。そうそうそう。ちょっとよくわかんないんですけど、うん、ここね。うん。その気になった1です。スマイルジャパン出走ってことで。うん。これはもう、歴史だな。うん。歴史。うん。これはもう、ジャパンと、ね、俺、そしてみんなの集大成。うん。もうその動画プロがね、しっかりと撮ってくれました。そして、早速上げてくれました。ね。ありがとうございます。クリック。おう、マジで。行こっか。おう。下。よし。ちょっと待ってよ。もうちょっと下ね。おう、今ちょっと合わせるから、ちゃんと。おう。こんなもんかな？こうか。こうか。おう。オッケー？よし。じゃあみんなで見ようか。見ようかね、これ。おう。2012年9月21日。その気になった。1です。スマイルジャパン出走。行こうか。クリック。続いて7番のスマイルジャパン、金層逃げていますが、まあ、ちょっとね早く止まってしまうというレース見てますが、いいね、マイナス1キロ、なんでハケは視聴禁止やねん、これ。だからいいじゃん、俺も見させてくれよ、これマジで。でかくね、そして大丈夫、今音大きくなかった、これ。おう、音大きくなかった、これ。うるさい、うるさい、うるせえと、すいません。はい、ちょっと真ん中ぐらい、これぐらいでいい。うん、これぐらいでいいかな。おう、そう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 。おう、ネット、いや、ネット、いや、ネット系はじゃあこの後見る、この後見る。そう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 。なんかね、ゴール前、あと、まあ、萩嫁ありがとう。萩嫁ありがとう、本当に。うん、そうなのだから。トラセンのスピードとかね、その、マジで、のこのクラスでのそのスピード、はい、潜在的なスピードの評価からすれば、うん、ここで、ちょっと待って、ちょっと待って、入ってこない、俺。入ってこないだから。おう。俺に入ってこない。いや、俺、弟欲しいんでね、それはお願いします。はい、そうそうそう。うん、はい、入ってこないんで、ちょっと、頼むわ、そこ。うん、そうそうそう。出るんだはずなんですけどね。うん、体も。いいよね、これ。うん、マジで。細いぐらい、ま、すっきりしちゃってるんだけどね、ほんとね。うん、マジで。うん。これ、近いよね。もう、結構ね、今、一歩ね、近づいたのも、涼子に。うん。涼子に、一歩一歩近づいてる、俺。
マジで。うん、そうそう、え、いつもポジション待つのがいない。まあ、いないんだけどね、そうそうそう。うん、新一短いっていうか、言うな、それを。言うな、もう、いいよね。もう、短ければ短いほどいいって、むしろない方がいいみたいなね。多分そういうことだと思います。はい、そうそうそう。うん、え、急すぎて仕込み。いや、だから、それはいいです。まあ、それはもう皆さんね、本当にこの後ゆっくりね、それはもう、もうおめでとうコメント書いてもらったら全然いいですよ。はい、そうそうそう。うん。いや、本当に。あ、さあ、ちょっと、もう本当勘弁してください、この子にちょっと。うん。いや、7番はスマイルジャパンです。427kgでマイナス1。吉村智弘、54kg。さあ、来るぞ。来るぞ。うん。メールはもう、メール見たから見た見たのいっぱいもらった。ありがとうございます。ね。ヨネダマリさんも嬉しいよな、ヨネダマリさんも本当に。第1レース、角田のゲート入りが4コーナー奥で行われています。このレースの人気は4番のハートランドベスト、10番クールペガサス、1番大成帝王、9番コエルビー。この4頭上位となっています。7番、うん、メール、いや分かってたな、メールの着信オンだから、うん、ゲート入り、10番のクールペガサスが向かっていきます。ごめん、さようならっていう。今日高級戦の馬、ジョッキーは坂本和也です。入って10頭のゲート入りが終わりました。枠入り完了です、ね、うん、はい、ロケットスタート、スタートしました。はい、ロケットスタート、まず揃いました、うん、先行争いです。まあ、でもそんなね、飛び抜けていい感じもなかった。今日は大成帝王ですが、中から5番女を舐めんなよ、それから7番のスマイルジャパン、この人女を舐めんなよって設定いっちゃうんだよね。ここからスーッと10番クールペガサス3番手狙って、1番大成帝王はインの4番手です。ここに並んでいくのは9番コエルビー、さらに4番ハートランドベスト、あとは6番マスアンドラといきました。何、3番のハリマロベル後方3番手、井上プロ、井上プロドリームステージが後方2投目、ちょっと待って、3橋に泣いて2番手。もしもし、あ、ありがとうございます。どうもです。あ、放送中です。はい、ありがとうございます。もうね、井上プロ本当に僕はやりましたよ、本当に。もう園田で勝ちました。ありがとうございます。はい、はい、あと、ありがとうございます。本当ですか？ちょっとまたそれじゃあマジですか？もうですか？じゃあ待ってていいですか？今あと何分ぐらいですか？40分ぐらい、30分、もしかしたら僕いるか分かんないですけど、ちょっと検討してみます。また言ってもらっていいですか、そしたら。はい、お待ちしてます。はい、どうもです。はい、ちょ、お、みんな祝報、祝報とか、あ、なんていうの、祝報、おう、井上プロが、ジャパンの、トロフィーを作って持ってきてくれそう。おう、ジャパンのトロフィー、おう、優勝トロフィー、おう、じゃあ俺ちょっと、あ、いるかなみたいな、30、40分ぐらいって言われて、いるみたいな、おう、そうそう、そう、もう作ったって、おう、もう作ったって、マジで、おう、そうそう、え、プロはもう、だって、ちょっと見せようか、じゃあ、ちょっと見せるわ、もう、おう、見せるわ、マジで、ちょっと待ってよ、ちょっとみんなその間待ってて、ちょっと、おう、ちょっと今持ってくるから、おう、ちょ、今日はなんかね、ちょっと持ってくるミュージック、ミュージック置いとこうかな、ここに、おう。ちょっと持ってくるわ。今まで井上プロが作ってくれたトロフィーを持ってくるわ、じゃあ。うん、みんな多分忘れてるから。そうそうそう。ちょっと待ってよ。うん。とりあえず今日はもう、今日は園田の日だから、園田を流させてもらっていいよね。うん。今日は園田の日だから、園田。ちょっと園田のファンファレ流しとくから、ちょっとその間に撮ってくるわ。うん。これか。よし。ちょっと待って。てねってことで、これが、井上プロが作ってくれた、カメラ。うん、まず、これね、スマイネル軍団の初勝利。うん、これ。これね。うん。見えるかな？ピンとこれ。うん。このカメラこっちやるか。うん。これね。うん。これ。これ。ピント来い。これね。マイネルブレス。うん。これが、1個。うん。で、どれだっけ？これかな？これか。うん。これ。これムービーの初勝利。うん。これね。これムービーの初勝利。うん。これ。
ピンと。ピンと来い。来い、ピンと。ピントでピント。うん。ちょ、合わん。うん。で、これが、ムービー2正面。うん。これね。うん。これね。うん。でよ、もうジャパンも用意してるからってずっと言われてたんだよ、ほんとに。ジャパンも用意してるからって。おう、マジで。ジャパンも用意してるからっていうね。そうそうそう。で、ようやく来たよねっていう、マジで。おう、ほんとに。ほんとよかった。おう。それをちょっとね、今ね、持ってきてくれるっていうから、そこまではやろうか。おう、そこまではやろう。おう、マジで。そう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 。おう、そこまではちょっとやろうねっていうね。おう、マジで。おう、え、臭いって関係ないよね、俺。もう、もう、立派立派。おう。これね、今玄関に飾ってるんだけど、そう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 。だからさ、それなんでピントずれんねんこれ。なんで俺が来たらピントずれんねんこれ。そうそう。だからそれのちょっとね、今待とうか。じゃあもう今迎えますからって言って。よかったよかった。これちょっと待ってよ、なんかいっぱい、ちょっと待ってよ、なんかいっぱいメールが来てる。ちょ、これ誰、ちょ、メールがものすごい、え、絡めるかよ。そうそうそう。え、どんどんいっぱい。まあ、これはちょっとどんな、ジャパンのね、盾、どんなんかちょっと、マジで。楽しみだな、これ。そうそうそう、そう。ということで、ちょっと待ってよ。これは、バツ。ちょっと音量は普通にしとくか。音量普通にして、バツってことでね。そうそうそう。ちょっと、続き見よう。続きね。続き、そうそう。希望の翼、最高峰です。これよ。1、2コーナー中央です。これよ。スマイルジャパンが逃げていきました。リード1馬身、2番手20番のクールペガサス上がっています。1馬身さん、5番の女を舐めんなよと、外から9番コエルビー、3番手並んで、ジャパンこれ、武藤がいきます。4番のハートマットベスト、5番手の追走、1番1番大成帝王と、ここまでが1段です。ちょっとね、切れてインコースから3番のハイマローレル、2番の希望の翼、ただ買えなかった。買えなかった。本当残念。最高峰の画面。画面画面。三コーナーカーブに入っています。画面ね。逃げるのは7番のスマイルジャパン。画面画面。赤だ。粘れるか。一番新ハードリード400を切りました。こっから話しに来るんだよね、むしろ。外から9番コイルビー、いい手応え。こっから話しに来るんだよ、むしろ。一番大成帝王、手が動いて4番のハートランドベスト。すごくね、これ。外から2番希望の翼。4コーナーから直線です。粘る7番のスマイルジャパン。リードが3馬身あります。どうよこれ。1番コイルビーが落ちていきますが、下がってきます。すごくねこれ。マジで。そして2番手、動画とか見えてる。この差、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 マジで。な、まさか、俺もまさかと思った。ノリも2着は3番手。マイク買うかこれ。マイク買うかこれ。マイク買っちゃうこれ。マジで。え、キーと考えたら、本当やな。キーと考えたら考えられない。じゃあ成長してるんだって、だから。成長してるんだって、本当に。マジで。そうそうそう。逃げ切って初勝利を挙げました。あ、よかった。吉村智弘騎手、橋本忠夫厩舎の管理馬。管理馬。2着争いが大混戦です。いやー、ここ来てるのは動画プロの動画だけ。これプレミア。外は9番コーエルビー。ねえ、もう吉村さん、必死だよ、これ。頑張れ、ジャパン頑張れジャパンって。俺も確信したけど、これ勝ちは。ここでもまだ追ってるからね。これ。いやー、ジャパンてか、フォームが綺麗になってなくね、これ。ほら。フォームが綺麗になってるね。昔だってさ、突っ込める感じだったよ、これ。ほら。いや、夢、わかる。その気持ちわかる。マジで。夢幻と。わかるわかる。その気持ち、綺麗わ。マジなんだよ。マジなんだよ。おう。ほんとやったよな。ほんとやったよな、マジで。おう。たまらん。おう。もうほんと、もう感無量だわ、マジで。感無量。え、なんか変わった?いや、でもこれ、動画プロのやったプレミアで、リアルタイムのほんとの映像だから、録画では見れないとか。そうそうそう。ジャパン頑張った。ほんと頑張ったな。ほんと頑張ったよ。そう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 。おう。ババ合うね。やっぱこの、あんまりね、両馬場すぎるとスピードが出ちゃってジャパンついていけない。ね。両馬場すぎると体力が持たなくてついていけない。これがベストだったんだよ。これがベスト。もうほんとね、いわゆるゴールデンクロス。ゴールデンクロス。もう完全にね、一致したよね、ここ。マジで。ちょっと、大丈夫ですよ。なんかあった?ちょっともう完全に壊れた?これヘッドセット。おう。どうかな?マジでね。海あるの。海どうした?海そうです。でもこのレースの先頭の前に心理対象が。どういうことやねん。なんで俺心理対象なのこれ。なんか悪いことしましたっていうね、これ。見てこれ、フォームは良くなってなくないこれ。うん。フォームが。そう思わないみんな、これ。マジで。
そうそうそう、うん、え、そんなに、いや、いい、いいよ、いいよ、それはもう何回でも見る、もうそこでおめでとうコメントはもうちょっと入れといて、ちゃんともう一回見るから、うん、どんどんおめでとうコメント入れといて、これ、お前、ノイズやばい、どんな感じ、どんな感じ、え、すごい風が吹いてるの、どういうこと、ちょっと待ってよ、ちょっと変え、ちょっとビビってながら、みんなちょっと、あの、耳塞いで、あ、一回俺がミュートすればいいのか。あ、あ、どうこれ、これどう、これでどう、治った、治った、あ、あ、あ、よくなった、オッケーね、オッケーね、オッケーオッケー、うん、ちょっと、いや、あの、むしろ音をね、大きくしたんだけどね、そうそうそう、うん、あ、これでオッケーね、オッケーオッケー、じゃあこれでいこう、うん、そうそうそう、見てこれ、フォームがね、良くなってなくない、これフォームが、うん、完璧、ありがとう、ありがとう、うん、これフォームが良くなってなくない、これこのフォーム、お、昔だってつんのめのような感じだったよ、これ。お、え、しんちゃんヘッドセット買えないよ、良い音でリスナー聞かせるのも DJ だ。本当に、さすが大原さん。そういう本当にさすがニトラ DJ ってことだね。そうそう。あのね、俺もちょっとこれは、ごめん、実は僕、ちょっとお金持ちなんですよ、今、実は。うん。大原さんちょっとご存知ないかもしれないんですけど、実はちょっと僕今、お金持ってるんですよ。買っちゃおうかな、みたいな、これ。ヘッドセット。なんか、3万ぐらいの。買っちゃおうかなみたいなこと、そう、速報ジャパン一着辞退、なんでやねんみたいな、おかしい、おかしいよね、尿検査、尿検査みたいなね、そうそうそう、うん、声がはげてるね、どういうことやねんだから、ど、声がはげるってどんな状態っていうね、そうそうそう、うん、知って、あーと、知ってましたかっていうね、そうそう、うん、いうことで、ほんとよかったマジで、うん、え、それで3万も使うな、もう3万も使うなって、だって、なんでも買えるよね、うん、まあもちろんね、審判のために取っとかなきゃいけないんだけど、うん、そうそう。いや、本当にちょっと乾杯をまあしてしまったってことで、もう本当に、まあね、祝勝会やったんですけど、皆さん、本当よかった、うん、マジで。うん、え、シャンミャン、シャンミャンって言った、もうなんかね、声が震えてるだろ、それぐらい嬉しいんだよ、だから。うん、ちょっと先進めるね。うん。いや、まだやっぱつまめる感じか。大混戦ね。大混戦。みんなあんまり追ってないのはなぜみたいな、これ、ね、大丈夫かみたいな、これ。体勢微妙な感じね、これ。際どくなっています。その後2番の希望の翼が、王将パーティーは、王将パーティーはどうするこれ、本当に。行っちゃうって、まあ、今日はちょっと無理なんだけどね。そうそう、うん、2000円ぐらいのヘッドセット。本当に、いや、ちょっとまあ、とりあえずね、新品を買うわ。これもう中古だしね。そう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 。松の王将ごと。いや、あるかもしれません、これは。本当に。うん、あるかもしれません。ちょっとね、だ一応その決算をさせてっていうね、そうそう、おめでとう。ありがとうってことでね、そうそうそう。その金でオルフェの応援、現地放送頼む。いや、オルフェ別に俺関係ないしね、そうそうそう。そんなに思い出もないしねっていうね、そうそう。どうよ、これ、マジで。はい、確定っていうね。マジ感動。お、今のメッセージどうぞ。ないんかい、ないんかい、これちょっと、お、どういうことこれ、ちょ、待てよちょっと君たち、これどんだけ冷たいんだよこれ、びっくりするわ本当に、お、ないわ、ゼロだった、お、びっくりびっくり、そう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 、まあいうことでね、ちょっとまた、お、何度見てもまあちょっと嬉しいこの成績を、まあ少して、え、馬主情報来たこれ、お、いやー、今日はなー、行きたかった、馬主席にいたかった、俺の馬なんですけどっていう、こう、うん、俺の馬なんですけど、いや、いたかったー、くそ、マジで、うん、え、お前また中国でも行ったら、お前、襲撃、それは襲撃されるよね、うん、分かる分かる、でも今行ったら、逆にね、俺帰ってこれないからね、そうそうそう、うん、ここで喜んでる場合じゃない、その通り、勝って兜の尾を締める、まあ、その通りだね、ほんとね、うん、だからここでしっかり頑張んなきゃいけない、ほんとは、うん、だから次よね、うん、いよいよ、本番よ、うん、1230、うん。ここで、まあ、今回がね、フロックじゃないってことをちゃんと示さなきゃいけない。うん。そしてこの1230でベスト、この力を出し切ると。うん。いうのをやらなければいけない。うん。で、まずはやっぱり、橋本厩舎にお礼に行かなきゃ。うん。ちょっとご飯をね、ご接待させていただく感じで、うん、したいと思います。はい。それはいいよな、みんな。うん。やっぱそれちゃんとやらないと。そうそうそう。うん。もう飽きたよ。飽きるの早くねこれ。俺、いや、俺が多分ね、これね、多分ね、3ヶ月ぐらい引っ張るよ、これ。うん、そうそうそう。うん、なぜ家で放送してる？そこ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 っていうね、そうそうそう。もう本当にここ、なんで俺ここなのっていう。うん。なんで俺ここにいるのっていう、マジで。うん。俺が聞きたよね、マジで。そう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 。うん。次は人気するかな。いや、これ結構ね、派手な勝ち方だったから、割と人気するかもしれないです。で、もともとやっぱり、もう間違いなく次は1230いくと思う。うん。これ1400選ぶ理由はないよね。うん。間違いなく1230いくと思う。万全を期して、ね。しかも、中、もちろん来週開けるし、もしかしたら中2週開けられるかもしれない。で、ジャパンを万全に整えて1230ぶち込むんだよ。これは最高だな。
もう本当にもう狙い通りですよ、これ。うん、そうそう。松野が家で応援してたからジャパン勝ったんだよね。言うな、それを。それは薄々気づいてる。それ言うな、それをっていうね。そうそう。今来たまさかジャパン、スマイルジャパン、勝ったりしてないよね。勝ってるんですけど、これ皆さん見えます？これ。スマイルジャパン、これ勝ち馬情報なんですけど、スマイルジャパン、ね。父名称ボーラー、母ピュアチャイム、馬主、松野真一、調教師、橋本忠夫厩舎。ごめん。橋本厩舎最高。うん。さすが雷神の厩舎だよ、本当に。マジで。おう。分かって、え、松野が一番ジャパンを信用してか、言うな、それを。いや、信用はしてたよ、本当に。信用してなかったら放送なんかしてないし、工場も休んでないよ、だから。うん、そうそうそう。動画の人お疲れ様です。あ、お疲れ様ですってね、本当。皆さん、祝電、祝報はね、ほんと、ぜひ、うん。ジャパンの動画にね、動画プロの動画に書いていただければ、うん、また、いずれね、みんなでまとめて、うん、ちょっと、祝勝会をね、俺もちょっと酒入れてやりたいし、うん、ちょっとやりたいなと思ってる。うん、最高だな、本当に。これはいいよ、ほんと。いい話あるもんだな、諦めずにやってたら。おう、そうそうそう。やっぱ現地行っちゃダメだね。まあ、ちょっとね、結果論言うとね、まあ、4勝中4回、まあ、俺行ってませんみたいな。せめてこのね、勝った瞬間の動画をまずできたっていうのは、よかった。うん。せめてもの救いだよね、それが。うん。それがほんとせめてもの救い。これがなかったら、ほんとね、俺もほんと死ぬとこ。ジャパンは絶対に見守ってやりたいっていう。おう。もうあったもんだって、そこは。うん。地方習得賞金。うん。40万ね。40万ぐらい。うん。頑張ってよな。そうそうそう。うん。正直言ってまさかと思ってなかった。感動した。俺も感動した。ありがとう。みんなの応援のおかげ。うん。そしてここまでみんなよくほんと我慢してくれた。うん。我慢してジャパンを、まあね、食わないって話もあったけど、そんな中でもちゃんとね、応援してくれたと。うん。俺もやっぱね、絶対信じてたもん、やっぱここは。うん。いつか勝てる。それだけはね、俺本気で信じてた。うん。だからほんと嬉しい。マジで。爆発するよね、ほんとね。そうそうそう。うん。今、ドラ野球名、あ、お疲れってことよね。そうそう。うん、今動画見たけど、おー、どうだったこれね。ちょっと感動しなくねこれ。うん。マジで。最高だよ、ほんとに。うん。やっとだよ、ほんとに。やっとなんだよ。こいつを勝たせてやりたかった、ずっと。うん。やっとなんだよ、マジで。そう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 。うん。松野が見切った、現地に行かない瞬間に。だ、言うよな、君だ。見切った、見切ったなんて、よく言うよな、君だ、その口で、本当に。どっちが先よ、マジで。うん。いや、先よって俺、見切ってないんだけど。うん。いや、だ、むしろ俺が本当に見切ってたら、いい？本当に見切ってたら、うん。俺多分ここに来てない。まず、ここにもね。うん。あるかなーみたいなね。うん。あるかなー、あるかなー、言うな、そこを。分かってるか、そこ。うん、そうそう。祝福のコメントとしたら放送やってました、しんちゃん。ありがとうってことでね、放送やってます。やってますよ、本当に。工場バリアすんだ。おー、どうしよう。レース橋本さん、あ、連絡いただいた、逆に。うん。いただいた。うん。もうね、ちょっとね、笑ってた。もうおめでとうございます。ありがとうございます。もうちょっと泣きそうになりました。言ったらね、はは言うて。うん、ちょっと笑われたけど、でも、やっぱり厩舎の人も嬉しそうだし。うん。それはやっぱり俺がここまで我慢してきて、いろいろ悩みながらね、ここまで紆余曲折あって、で、やっぱりちょっと辛い時期もあったし、お金もね、結構使い切って、そんな中で勝てた、C さんだけど、それでも勝ったこの一勝だから、ジャパンをずっと我慢して持ち続けてね、おだから嬉しいんだよ、お障害成績。22戦目だよ、お22戦目での初勝利。こういうことでの、なんか感動が競馬にあってもいいんじゃないかな、これマジで。うん、そうそうそう。うん、リスナーは全員信じてたよ。信じてたよ。松野が現地に行かなかった。言うよな、君たち。お前、ほんと手のひら返しって、これまさにこのことみたいな。言うよね、ほんとに、君たち。うん、そう。なんか、俺だけなんか一人だけ、なんか、いや、ジャパン今日6着みたいな。そう言ってたみたいな感じじゃん、これ。どういうことやねん、これ。おかしいよね、ほんとに。そうそう。うん。あ、ほんと調教師に恵まれた。まあ、厩舎に恵まれたよね、調教師というか。うん。やっぱり、橋本厩舎にジャパンを残そう。ブレスファーもちょっと出そうという判断をしたわけなんだけど、結果的に俺は良かったと思う。おう、本当に。うん。まあ、ブレスもね、上向いているし。そうそうそう。おう、本当に良かった、マジで。そうそうそう。うん、圧勝ですね。おめでとうございます。ありがとうございます、本当に。本当ありがとうございます。これは、もう圧勝、まあ、勝ち方もあるんだけども、何よりもジャパンが初勝利を挙げられた22戦目にしてね、ここまで我慢できた。それが本当嬉しいです。で、ここまで気づいてくれたみんなにも本当感謝。本当感謝。それで、ね、C さんの馬をね、ね、21連敗してる馬を、ここまでね、見続けるっていうのは、君たち変態ですよ、はっきり言って。おう、そうそう。だ、それはね、しかもユーストリーム、ニコ生ならまだしもね、そうそう。変態ですよ。だ、そんな中で、ほんとね、よく我慢したよねっていう、おう、マジで。それをね、一言言いたいです。はい。そう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 。うん。信じてなかったら負け続けなのに、放送見に来ない。
来ないから信じてなかったのは現地に行ってない松本。またそれかまた俺かよ。どういうことやねん。そして日本語がちょっと理解できなかったっていうね。そうそう。うん。ちょっと983どういってことね。983どれっていうね。そうそう。うん。相乗効果でブレスも来ない。まあね、これちょっと勢いがぐんぐん来ると、マジでどんどん勝ち続けるからね。そうそうそう。うん、ここは、飯田先生もね、頑張ってもらって、うん。ぜひね、勝利を勝ち取ってほしいなと思う。そうそうそう。うん。変態扱いするのはやめてください。だ、変態扱いはしますよ。ほんと君たち物好きでなね、ニコ生にやったらね、みんなでキャッキャッキャッキャね、横にガーッとコメント流れるのに、何にも流れないこんなとこで、C さんのね、21連敗の馬を応援してるわけだから、それは変態ですよ、君たち。変態認定します。はい、そうそうそう。で、そんな中でも、ちゃんと報いてね、ジャパンが一生懸命走って、買ってくれたの。3連投だぜ、3連投。旧社のやっぱりこのね、怒りの3連投、自信なきゃやらないんだぜっていう、俺の思いが、ほんとやっぱね、それが伝わってよかった。みんなに。うん。マジで。ブレスはきついかもです。もうそれもね、だから、ブレスもやるから。待ってて、みんな。おう。そこはもう信じてほしい。ブレスだって戻ってくるから。おう。え？変態言うなしで。変態だよ、変態、君たちは。だいたい分かるだろ、こんなとこで競馬放送やって。誰がいるよ、他に競馬放送やってるやつが。そうそうそう。うん。まず、現地に行かなかった理由を言いなさい。それは、まさか勝てるとは。言うなよ、それ。うん。じゃあ、構想はすると思ったよ。うん。まあ、ちょっと若干のね、うん、とあとちょっと、この後工場戻らなきゃいけないっていう、そのビジネス的なところもあるんですよ。そうそうそう。え残休、あ、そう、残休さんコメント流れるようにね、向こうで調整してるんですよ。はい、そうそうそう。え、いつも馬券外してたため息吐いてるジェヌインしか見たことないから、岩野しんちゃんが見えてよかった。ほんとね、ちょっとね、アーカイブ見て俺泣いてるから、マジで。お、ちょっと、もうね、ほんとに、人目もはばからったまさにこのことみたいな、と、自分がいけてない悔しさもね、相まみ合って、なんか嬉し泣きやら悔し泣きやらみたいな、そんな感じでした。おう、そうそう。ほんと嬉しかった、マジで。そうそう。うん、まあ DJ が一番変態や。ちょっと大原さん、ちょっとね、それ、なんか変態の親だみたいなね、そうそう、うん、確かに手当て減るのに連投は自信、いや、それはそうだと思う、うん。だってやっぱそれはね、だって3分の1になるんだよ、3分の1、手当てが。だそう考えたら、やっぱどう考えてもやっぱそこはね、しかも一流級者、そこはやっぱね、あるよね、考えがなければそんなことはしないよねっていう。だやっぱそこはね、そのいろんなその橋本来たらね、今多忙だから情報がいっぱい入ってくるわけじゃないけど、不言実行、もう物は大きく語らないけど結果で示しますみたいな、プロだよね橋本、本当ねプロだと思う。そうそうそう、たまにユーストので水着の女の子が競馬予想してる。あ、マジで？マジで？ちょっとコラボできませんかっていうね。そうそうそう、結局間接的に橋本先生のことも信じてなかった。いや違う、信じてるんだって、信じてるんだけど間を取ってっていう団長の思いですよ。本当は現地行ってね、今頃苦笑してる状態だったけど、団長の思いでもうちょっとビジネス、その仕事がないと俺食っていけないよねっていう馬も、だからその間を取って今ここだよ。本当に信じてなかったら俺ここに来てないよねっていう、むしろここまでちゃんと来てるってことを誰か褒めてよって、褒めない俺言おう自分で、ジェヌ本当頑張った、よくここに来たよねっていう、工場サボって、そう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 、うん、え、これスマイネル軍、スマイネル軍団秋楽しみ、そうそう、こっから本当実りの秋だよな、ムービーも帰ってきて、やべ俺ちょっとめっちゃ金持ちになったらごめんね、みんな、なんか俺めっちゃ金持ちになったらどうしよう、馬2頭買っていいじゃん今年も、今年来年、まあ、2頭買っちゃおうかなっていうね。そうそうそう、そう、昨日3連投一番驚いたのはこの人です。あ、おはるさんですかっていうね。そうそうそう。いや、マジ、じゃあ、でもそれはもう昨日の放送僕もやったんで、アカウント見てほしいんですけど、やっぱ自信があるからこその3連投ですと。多くはね、橋本九社語らないんだけど、やっぱね、その、まあ言ったらね、もう本当、やっぱり馬にとっていいことは全部やっぱやってくれてるって、こんなね、ジャパンいい？ちょっとね、もう振り返ろう。今日はジャパンを振り返ろう。大体見てくれよ、これ。ジャパンの戦績。最初のね、初めての 1400m、いい？同じ京都や、今日の八重本と同じ、1分43秒2、これどう？これね、タイム差7秒3、これどう？マジで。これよ、これ。こっからね、ちゃんと勝利まで持ってこれる厩舎あるかって、マジで。しんちゃんが一番に。いや、もう本当ね、大喜びですよ。はい、そうそうそう。SK ジャパン、どういうことですかってね、そうそう。実りの秋、勝利の秋。荒廃した顔。なんで俺だけ？ね、俺もなんか実りみたいなね、そうそう。今日なんで足止まらなかったんだろう。それは成長ですよ。体調がいい証拠ですよ。だいたい3連投してマイナス1キロってすごくね？すごくなくない？これ。そうそうそう。だから、やっぱそういうこと。ね、7秒差。普通の厩舎だったらこれで終わる。じゃあ、ちょっとね、まあ、セリアマリポーサみんな見て。セリアマリポーサ。
あの馬はね、要はもうファーストライ820をね、スパーン勝って、やっぱりその1400の壁当たって、今結局福山に行ってしまった。ね。別に、まあ、その選択がいい悪いとは言わないよ。ただ、俺は諦めずにここに居続けて、そして初勝利を勝ち取りました。うん。そういうことだよ、本当に。うん。やっぱね、普通だったら諦めるよねっていう、ここで。うん。7秒3。あれみたいな。うん。やっぱこれは本当に厩舎の勝利だと思う。マジで。そうそうそう。うん。2戦目はババとは関係ないよ。ババも関係ないよ。ババも何もないよ、本当に。うん。まあ、ただ、本当にもうむちゃくちゃ。うん。上がり49秒3。これ。俺、走ったら勝てるんじゃねみたいな、これ。うん。俺、走ったらこれ勝てるよねみたいな。うん。こっから持ってくるわけなんだよ、これ。ここまで。まあ、これちょっと違うんだけど、うん。これはすごくない？自走凱旋も。言うな、言うなっていうね。そうそうそう。うん。竹丸丼どこ行った？どこ行ったんだろうね。うん。だからわかんない。やっぱりね、それは勝てなかったら諦めて、やっぱり地方、まあ他の地方に行く？うん。福山とか。で、園田を一回出たら戻るって結構ほんと大変なんだよ。ほんと大変。うん。馬作るのもそうだし、やっぱり園田特有のコースにもう一回戻さなきゃいけないから、馬をね。そうそうそう。だからほんと大変なんだよ。だから、ほぼ無理だと思っていい。うん。だから俺はその中絶対その中出さないと。出したらもうそこで終わりだと思ってるから。うん、そうそうそう。だから、そこまでほっと我慢して、まあ持ち続けて。うん。よかったと思う。うん。本当に、もうほっとよかった。うん。で、今に至る。まあ確かね、9月5日。ね。9月12日。そして今日。うん。怒りの3連投ですよ。うん。ね。ジャパン使い込んで良くなるタイプ。まあ本当ね、どん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 、まあ成長してるっていうのもあるかな。うん。馬体重見てもらってもわかると思うに、まあ見た目でもわかると思う。おう、見た目でも。やっぱりね、背がすっごい大きくなってる。幅はやっぱ広がらないんだけどね。そうそうそう。おう、すっごい良くなってる。うん。逃げを最初に試したのは坂本なんで。あ、そうだね。坂本さんが、ここかな？うん。どこだっけな？うん。どこだっけ？うん。姫路でね。そう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 。試して、で、控えてみたいな。おう。いろいろね、試行錯誤あって、で、この吉村さんからもう花を切るっていうのが定着した。うん。もうこれ本当に開花だよね。うん。本当ね、目覚めたと思う、ジャパンが。うん。で、それが、まあ、やっぱりね、一番彼女の力が生きるんだけど、やっぱり持たないと。でも、ちょっとちょっとずつ持たせて、いや、持つようになってきたから、むしろ逃げられるようになったっていう、その逆説的なものもあるんだけどね。そうそうそう。うん。ハルラは全国 G1 馬より有名だから。いや、それもね、そう、その通りなんだよ。ね。強い馬、弱い馬、確かにね、それで人気が分かれるのもあるでしょうと。ただ、何が一番か。応援してくれる不安だよ。うん。馬にとって、応援してくれる不安が多ければ、馬が幸せ。まあ、こういったような形でね、有名というか、名前が残っていくっていう。うん。なあ、まあ、ちょっと、春田の前、馬主はちょっとね、どうかっていうのもあるんだけど、そうそうそう、うん。だから、まあ、それはね、ジャパンも一緒か。バカ野郎、本当に。ちょっと待ってよ。そこでなんで、馬年寿司ディスですかみたいな、これ。そうそうそう、うん。だから、本当ね、やっぱ、応援してくれるファンが多ければ、馬は幸せであるっていうのは俺の持論。うん。だから、俺はこうやって放送やってるし、みんなに応援してくれと。頼む、ジャパンのことだけは、ちゃんと見てやってくれというのを言ってるのは、そういう理由。うん。わかるかな？そうそう。うん。そのだと、姫路の違いって何？坂があるかないかです。はい。あと、コーナーがスパイラルカーブか、普通のカーブか。うん。だから、姫路の方が先行馬有利。うん。だ先行馬有利。で、先行馬有利の競馬場の中で、ちゃんと、あ、そうそう、園田は差し馬有利。うん。で、差し馬有利の園田の競馬場で先行で勝ったっていうのは、これすごくね、収穫だと思いますよ。はい、そうそう。うん、さっさしはないから、短期逃げっていうのは最初からそう思ってたよ。あ、でもね、やっぱり持たないからね、距離が。うん。で、だんだん持つようになったから、じゃあ逃げてみようっていう。うん。だから結局、まあ最近見た通りね、逃げても止まったでしょ？だからあれがだんだん持つようになったっていうのは、まあフォームのね、改善もあるし、成長もあるしって、いろんな面でね、良くなってきたんだと思う。そうそう。うん、一本上司だから短距離、距離短縮だよな。そうそう。戦略30ね、合うと思うし、まあ爆笑ですよね。そうそうそう。うん。2戦目で7秒離された時の勝ち馬がハート&ベスト。まさに数奇な運命だよね。よく気づいたな、君。いいとこ気づいた。違うじゃん、これ。違うじゃん。違うじゃん、これ。これ、日本ピロコラ。違うじゃん、これ。え、どこ？あ、3戦目ね、3戦目。おう。ここよね。おう。ここのなんだ。バカ。こんな出会いだったの、これ。マジで。あ、懐かしい、クロノトリガーさん、これ。元気みたいな、これ。クロノトリガーさん、これ。そう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 。おう。え、そう。相当成長してる、本当に。うん、3戦目ね。そうそうそう。うん。え、そう。真面目なんだよ、ジャパンって、本当に。真面目。ね。力の限り走り続ける。まあ、悪く言ったら一本上司。うん。ほんと真面目。うん。クロントリガーさん元気かな、これ。うん。今ね、4月からちょっと姿見ないんですけど、どなたかご存知ですかみたいな。そう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 。うん。真面目な。つまねね軍団のポンコツが勝って、ポンコツとか言うなよ、マジで。なあ、勝ったんだから、そう、褒めてやってよ、今日は。そうそうそう。うん。え、いや、4秒、そう。この4秒差、今日、逆転しました。4秒8。うん。4秒か。4秒2ね。うん。この時の勝ち馬がハート&ベスト。うん。そして今日の勝ち馬は、スマイルジャパン。うん。
まあこれが競馬だよな。うん。これが競馬。うん。こういうことなんだよ、だから。そう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 。うん、え、クロノトリガーと再会争い。懐かしいな、これね。毎回一緒にね、出てましたっていう。そうそう。うん、そう、4秒逆転した。うん。今日はハートランドベストに勝ちました。圧勝しました。はい。そうそうそう。うん。他にも苦労してる馬主がおるってこと。まあそういうことや、本当に。うん。だからそういう馬主の苦労も含めて、まあそんな華やかな世界ではないっていうとこね。そこも含めてみんなと共有したいなと思ってる。うん、そうそうそう。うん、4秒差の逆転ってあるんだよな。あるんだよ、だから。うん。だから、結局、能力のある馬が毎回力を出し切ったら着順は一緒でしょうと。うん。だから生き物だから、ね。成長もあるし、ね。落ち目もあるし、うん。体調もあるし。そんな中でやってる。だから絶対はない。うん。そんな中で、やっぱり、うん。ジャパンは今日、勝てた。それは、まあみんなの応援もあったし、だから俺がここまで我慢できた。うん。そしてジャパンがこのチャンスを掴み取った。うん。で、厩舎の人も頑張ってくれて、吉野さんも教えてくれた。うん。これがもう本当全てだよね。全てが繋がって、この今日の勝利があったんだと思います。本当よかった。マジで。うん。ありがとう。ね。乾杯。うん。そうそうそう。うん。しかも圧勝だから4秒どころじゃない。まあそうですね。逆転しましたってことね。そうそうそう。うん。ちっちゃいからでよく、ほんとちっちゃいからでよく走ってよ、これ。うん。ね。本当に。420キロ台。ね。うん。それが最近ね、ちゃんと使っても430前後でね、行くようになって、うん、ああ、成長したなと、ジャパンもね。ほんと成長してきたなと、うん。普通に喜んでたらこの勝利。マジで。マジ最高、本当に。うん。え、送別会の準備。いや、ちょっとね、今、スマイルジャパンのね、トロフィーが間もなく到着予定ということで、そこまではちょっと準備できないよねっていうね、そうそうそう、うん。いうことでちょっと待ってます。うん、そうそう。キムタケに見捨てられたコメント見れるのは、見るの、それは本当やめて。もうそれはちょっとね、今後なかったことに。うん。だ、逆に言ったらね、その吉、まあ、吉村さんちゃうわ。木村ジョッキーのね、想像を超える成長をジャパンがしたって、そこに喜びを感じないかっていうね。そうそうそう。うん。10回やって10回勝てなかったって言われたけど、勝ったね。そういうこと。うん。競馬のプロでもわからない。ね。競馬のプロも想像を超える。しかも、リーディングジョッキーの想像を超えることもあるんだよっていう。うん。いい話じゃないか、これ。な、そこでね、ああ、もう、ダメだ、言われちゃった。みんなごめん、もうジャパン、もう、廃業にするわ、とか、ね。もう、ちょっと引き上げるわって。言った時点で、今日はなかったんだもんだって。おぉ。マジ感動だ、ほんと。おぉ。マジ最高だよ、ほんとに。おぉ、そうそうそう。おぉ、プロまだですね。はい。初戦騎手にもわかんない。そう、じゃあそういうことや、本当に。うん。誰にもわかんないと言って、まあ、それまでだけど、おぉ。ただ、やっぱりそこは最後に一つだけ言えること。おう、一つだけ間違いなく言えること。おう、勝つことよりも諦めないことが難しいことを俺はよく知っている。今日証明されました。本当にありがとう。うん、ありがとうってことでね。そうそう、うん、一人気で刺された時だったような気がする。あ、これね。うん、ここかな、ここかな。うん。どっちかなっていうね。そう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 。うん。まぁ、あ、ちょっとプスプスってなっちゃったよねっていうね。そうそう。うん。次乗ってもらった時にキムタケを驚かせて。そうだね。おう、あれ、こっち、馬変わったよねと。おう、言わせたよな、本当に。そうそうそう。うん。ぜひね、1230出たいね。出たいよな、1230。なぁ。うん。俺もうね、しばらくもう、月1でもいいぐらい。もう1230出たい。なんとかジャパン、クラス上げてやりたい。なぜかというと、相手は強くなるんだけど、1230が格付きであるから、シーズンには。うん。やっぱ自分の好きな競技で走らせてやりたいし、うん。ほんと、頑張ってほしいなと思う、そこで。うん、そうそうそう。22回走れば1回勝てるには。そういうことね。そういうこと。10回走れなかったら20回走ればいいんだじゃない。うん。20回走ってダメなら30回走ればいいじゃないっていう。うん、そういうことやな。そうそうそう。うん。橋本先生とジャパン今後のこと話した。いや、まだ何も話してない。うん。ただまあ、こんだけ頑張ったんでね、しばらくお休みさせてあげたいなというのは俺のちょっと気持ち。うん。次は、1230。ですよね、と。いう話をしてこうかなと思うんだけど、どうかな、みんな。うん。そういうふうにちょっと話をしたいと思ってるんだけどね。どうも。うん。そう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 。うん。逃げて上がり2位だから、後ろの足も殺したんだな。まあ、そういうことですね。強い勝ち方だったんじゃないかなと思うんだけどね。そうそうそう。うん。そうそう。パクリ元、書くなよ、だから。わかって、さっき再生したから、それ。うん。そうそうそう。うん。先週走って、来週走っていた。ほんと、それはね、多分さすがにないと思います。うん。ちょっとやっぱりご褒美をね。うん。ジャパンの体もね、ちょっと緩めてあげたいと、張り詰めたままだと、まあ競争生命もね、短くなっちゃうからね。そうそうそう、そう、うん。馬なし高校な馬になればいいね。そうやね。うん、でももう十分、俺は、この面でね、まあ、その直接見れなかったのは残念だったけど、うん、感動した。本当によかった。うん。よくね、このね、1分43秒2。うん。で、もう、向こう上面、坂の手前。うん。で、下がっていった、あのジャパン。うん。
もう色紙と喧嘩ばかりしてたあのジャパンが、まあよくね、我慢して回ってきたよと、おういうこと、今でも俺信じられないもん、本当に、今でも信じられない、信じられるか、だってみんな、ジャパン勝ったんだぜ、マジで今日、おうまだ信じられないよ、本当に、おい、これ勝ってるよ、マジで、おう、立派なタイムで勝ってるよ、これ、これ次のやつ、どのぐらいのタイム？おう、あまあね、勝ちは勝ちなんで、そうそうそう、勝ちは勝ちってことでね、そうそうそう、うん、負け続けたら毎週走らされると思って、ついに本気出したんじゃない、どんなことや、それ、どんな、いや、体調がいいから使い続けられたというのはあるんですよ、はい、そうそうそう、だから、うん、まあ、それは、まあ、そういうことかなっていうね、そうそう、うん、これを反省として、毎回休んだら現地、いや、これはね、本当に1238メートルの時は言ってあげたいと思うんだけど、いかんせんね、やっぱり収入があってこそなんで、そこは、バランスを見ます。はい。バランスをね。そうそう。だから、優先的にそこ開けたいと思うけどね。そうそうそう。うん、あ、トロップ。あ、ちょっと一回多分ね、アーカイブ切れるんで、おそこは、止めるか。うん。ちょっと、まあ、せっかく今日のね、主役の顔を見ながら行こうか。ね。ジャパンと、米田まり、救務員です。はい。そうそうそう。うん。で、これはちょっと右に置いとくか。うん。これちょっと右に置いといてね。そうそうそう。うん。いやー、ほんとね、これが、今日のね、主役ということで。うん。よかったな、本当に。頑張ったな、本当に。おう、マジで。おう、アイプさん、ちょっと早い。まあまあ、いいんだよ、それも。運も実力のうち。マジで。おう、吉村さんにも礼言っといて。そうやね。おう、吉村さんにもありがとうっていうのは言わないか。うん、そうそうそう。いや、ほんとうまく乗ってくれたな。ほんとうまく乗ってくれた。うん。そして、厩舎のみんなもほんとよく仕上げてくれた。うん。なあ。よかったよ、マジで。頑張ったよな、ほんとに。おう。もう本当に感無量。うん。何も思うことないよ、本当に。よく頑張ったよ、本当に。うん。あとはもう、やっぱりこれで止まってられないからね。次。うん。次のレースに向けて、もうどんどんやっぱり、ステップを踏んでいかなきゃいけない。当然相手も強くなるし、1230だと10のスピードも上がるからね、絶対的に。みんなもうガシガシ追うから、最初から。うん。そんな中でもジャパンがスッと前に行けるかどうか。うん。そして最後まで頑張るかどうか。でも、1400ちゃんとね、最後まで頑張れたっていうのは見たよね。おうだここだよ、ここ。おうマジで。そうそう。現地なんで行かないのかな、それだけ悔やまれる。いや、悔やまれるよ。俺がめっちゃ悔やんでるよ、だから。めっちゃ悔やんでるよ、だって。おうマジで。そこは、俺めっちゃ悔やんでるよ、それは。お行きたかったよ、俺。おうまさか勝つとは。マジで。ここみたいな。おう言うなよ、それ。ちょっと。ほんとビビった。うでもね、嬉しい。うん。それでも嬉しい。まあちょっと、ここ残りではあるけどね。うん。いやー、今日、松田さんいないからな、みたいな。言われちゃったよ、だから。うん。そうそうそう。うん。現地行ってからでも、送別会行けた。いや、ほんとそうなん。その通りなんだよ。その通り。ただ、もうなんか行ったらさ、もうその金でみたいな感じで残っちゃってみたいな。思ったんだよ、だから。もう言うな、そこを。もうこれ以上。わかってるって。うん。1238周の早くみたいな。うん。これちょっと楽しみがもう増えたよな、ほんとに。うん。そうそう。だから、いろんなね、今後、まあ、ムービーももちろん帰ってくるし、ブレスも上がり調子だし、ジャパンもこうやってね、1400克服して初勝利を挙げたと。うん。まあ、言うことはさ、うん。楽しみだよ。まあ、ジャパンに関しては特に1230が。うん。あるな。あるよ、本当に。うん、マジで。そうそうそう。だ、本当に、まあね、橋本厩舎では、まあ、もちろん下のね、馬なんだけども。うん。でも、うん、そんなジャパンでも、やっぱり、こうやってね、仕上げてくれる、その橋本厩舎のやっぱり技術、うん、そして、やっぱりジャパンの頑張り、うん、そしてまあ、応援してくれたみんな、もうすべてね、やっぱ感謝したいと思いますね。ありがとうございます。うん、本当に、よかった。うん、本当、まあ、嬉しいですね。ということで、じゃあ、ちょっと一旦終わろうか。ね、一旦ちょっとじゃあ終わるってことでね、エンディング流します。てめえってことで、もう、ゆえもみんな、今日は許す。今日はブレコ許す。もう、ゆえってことでね、そうそう。うん。ジャパン。やってくれよ、みんな。うん。嬉しいな。嬉しい。俺、多分この後ちょっと泣くと思います。はい、本当に。うん。みんなもね、動画プロ作ってくれた動画とか、ね。ちょっとアーカイブを見ながら、噛み締めてください。うん。嬉しい。うん。嬉しいよ。うん。
また馬主としてね、なんか一つ成長できたのかなって、そういう気持ちもあります。うん、すごく辛かった、厳しかった。うん、でもやっぱ乗り越えて我慢した先には、信じていればやっぱこうやっていいこともあるんだっていうこともよく分かった。うん、だからね、これからもまあジャパン、もちろんこれで終わりじゃないし、これから先もあるし、1230もあるし、走り続ける、他の馬も頑張る、ブレスもね。だから馬主としての思い、それは応援をしてあげてください。うん、それが馬の力になって、これからもジャパン、ブレス、ムービー全部ね頑張ってくれると思いますから、はい、今後も皆さんぜひともね担当よろしくお願いします。はい、ということでね、じゃあ今日はこの感じで終わります。どうもありがとうございました。